どうも小池です。どうもトイです。今週のジャンプ読みまして、皆さん、はい、このキャラについてどう思いました？クザ。悲しい気持ちになってる。まあちょっと氷のようにですね、心を閉ざしてしまった方も多いんじゃないでしょうか。そうやね。元海軍大将青木地ことクザンさんでございます。黒ひげ海賊団の10番船船長であることが発覚して以降ですね、結局敵なの味方なの、いいやつなの悪いやつなの、黒ひげに加担した目的は何なの、なんでガープと戦うのってこともですね、僕含めて皆さんもずっと謎ばっかりでクザンに直接聞きたいことだらけなわけなんですけども、ただですね、先週号と今週号のクザンの戦闘の合間の発言や表情、そして今までのクザンの行動や言動をちゃんと振り返ってみると、クザンの本当の目的分かったんじゃね、クザンがこれから取る行動こうなんじゃねってことをちょっと分かってきたんで、考察発表会しようかなと思ってます。ぜひ最後まで楽しんでください。はい。クザンの本当の目的は現世界政府の破壊と大海賊時代を終わらせること説。大海賊時代を凍結しちゃうってことですか？真顔でいいこと言ったったみたいなね。結論からお話ししますと、やっぱ僕はクザンはいいやつや思ってます。そして安心してください、ガープ死にません。え、死んでないですし、クザンも最終的には味方になってくると信じています。確かに現在は黒ひげ海賊団の10番船船長ということで海賊に加担していますし、そうですよ、闇に通じてますよ。扉絵連載では東役の大好きなキャラクター、こちらプリンちゃんを連れ去ったりとか。どこにおんねん今。本編ではガープと本気で殴り合いをしていて、氷で串刺しにしているような感じで見えるような描写があったりと、今の海軍の視点から見れば完全に敵悪なわけです。そうで、ただですね、我々読者の視点、まあ言ったらルフィの立場からして見ると結構いいやつなんじゃないかなっていうのも思えてくるんですよね。ちょっと理由説明しますからね。クザンの行動の目的は現世界政府を破壊することと大海賊時代を終わらせることと言いましたね、さっきね、うん、今回そう思った根拠とですね、それによって今後クザンがどういう行動を取っていくのか、なぜ味方になってくれると言い切れるのかの話をしていこうと思います。そしてですね、皆さん気づいていないと思うんですけども、1088話と1087話に描かれるべきだったとある描写がなぜかね描かれてないんですよ。なんすかそれ。はい。クザンのいいもんであるという裏切りはですね、確定と言えるんじゃないんでしょうか。そこも話してくるのでぜひご覧ください。はい。クザンの正義と違和感。皆さん、クザンの掲げてる正義言えますか？それはもう、だらき切った正義。そうなんですよね。だらき切った正義だということを自分でね、発言しております。それで？ということで、海軍時代はだらき切った正義っていうのを掲げているわけですけども、はい、ただですね、最初からそうだったわけではなく、22年前に起こった小原のバスターコールの一件までは、燃え上がる正義だったわけですよね。あ、そう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 。もう氷の能力とはもう真反対ですよ。そうよ。燃え上がる正義ということで。はい。ところが、小原で一般人までも徹底的に排除する赤犬の徹底的な正義を目の当たりにしまして、それが本当に正しいのかどうか悩んだんでしょうね。親友サウロのこともありまして、クザンは自らの燃え上がる正義からだらけ切った正義に変えたということです。クザンの燃え尽き症候群事件ですね。本当にそういうことだよね。クザンの掲げているだらけ切った正義、その後の行動に圧倒的違和感があるポイントがあるんですよ。はいはい。それが赤犬と元帥の座をかけて戦った決闘、これについてジンベイもこういう風に話していまして、うん、普段は特にやる気など見せん青木じゃが、赤犬が元帥になることだけは強く反発した。ということで、普段はだらけ切った正義を掲げているクザンが赤犬が元帥になることだけは猛反発して決闘まで挑むということですから。そうね。22年前のオハナの意見があったとしても、やはりちょっと違和感はありませんか？ほう。ということは、そこにこそクザンの目的が詰まってるんだろうなというふうに思うんです。そもそも2年前の頂上戦争が終わった時点では、はい、その当時海軍元帥だった戦国は次の元帥にクザンを推薦してるんですよね。しかし世界政府の上層部には赤犬を推す人が多いらしくて、2人は決闘することになっちゃったわけなんですけど、おそらくこの決闘の前まではクザンは海軍を内側から変えていこうとちゃんと考えてたと思うんですよね。戦国も昆布総帥に対して、正義は価値観、世代は超えられないと話していましたし、クザンも自分が元帥になることでガープから教わってきた自分なりのこの正義っていうのをですね、海軍の価値観を変えて、ここから世界政府との付き合い方も変えようと考えてたと思うんですね。はいはい。もしかしたらその正義も元帥になってからだらけ切った正義から変更してしまった可能性があると。しかし赤犬との決闘には結果負けてしまいまして、はい、元帥になることができなかったため海軍を内側から変えることはできなくなってしまったわけですよ ね。だからそこから約1年以上経ってから黒ひげに会った際にも、俺は昇進の上気も立ってんだ、誰が悪いか想像しろと言っていたように、1年以上経っているのにずっとイライラしていたわけですよね。全然引きずるタイプですよね。それぐらい海軍に対して実は思うことがあったんじゃないですか。ちゃんと変えていきたいっていう熱い眼差しがね、心の底には。もともと燃え上がってましたからね。そうです。そして2年後にパンコハザードでドフラミンゴの襲撃からスモーカーを救った際にも、俺はよスモーカーと話していることから、この時もクザンが正義を掲げていることは変わってないんだろうな。
赤犬と決闘する前から目的を一貫してると言えると思うんですね、はい、また劇場版のフィルム Z でもクザが、ね、特別に出演しましたけども、あれはまあ時系列的に言うとですね、ルフィたちが魚人島を出てパンコハザードに到着する前の間の話のことなんで、この時にはクザは間違いなく黒ひげ海賊団に加入してるはずなんですね。確かに自分の野望のために誰かで構わず攻撃するゼファーから市民を守っていましたよね、あの時ね。守ってたよ。その少年まで黒ひげ海賊団に染まってしまっていたわけじゃないんですよ。今のところね、プリンとかもさらってますけど海賊ですからね。そうなんですよね。だから一般市民に迷惑はかけないという感じなんですかね。そして同じく劇場で自分の信念のもと行動しているゼファー先生のことをガープは迷いのない敵は手強いと評価していました。それに対してクザンは1081話でガープから迷うやつは弱いと言われてしまっていることから、クザの中の正義と目的は一貫していながらも、それでいて黒ひげ海賊団という闇の中で行動するのが正しいのかどうかってことは今も戦いながら実は迷っているんじゃないかっていう心理描写が分かる。確かに確かに、はい、ではそのクザンの目的が現世界政府の破壊と大海賊時代の終わりにあるのではと考えた根拠をちょっと話していきます、はい、クザンの本当の目的、まずはその目的の一つが現世界政府の破壊であるといえる最大の根拠、黒ひげと利害が一致してる。そうやろな、はい、黒ひげは1080話で自身の夢をコビーに話していましたけども、その夢っていうのはその海賊島を一つの国家にしてのさ、世界政府に所属する国にな、俺が国王黒ひげ王国ぜはははどうだということで、黒ひげは自分の国を持つことが夢なんだよね。うん、確かに。おそらくはそれを足掛かりに現在の世界政府や海軍を破壊させることを目論んでいると思うんですけども、クザンはそこの部分だけ見たら利害が一致していると、はい、だから黒ひげの船に乗ってるんじゃないかと。クザンも現在の世界政府や赤犬が元帥の海軍の体制はぶっ壊したいと、そうね、思ってることはやはり間違いないんじゃないかと。間違いなさそう。スモーカーを救いに来た際にもですね、花から世界政府が全てと思っちゃいねえよ、海軍に所属しなくても実行できることはある、所属しないから見えてくるもんもあると話していましたから、トビーが自分がソードであると明かした際に、そうなのかダメだこりゃ、取引を諦めるティーチと一番近くで話していたことから、おそらく政府とその取引をするのがいいんじゃないかと持ちかけたのはクザンでしょうから、だから帰らせるわけにはいかんのガープさん、固くなにガープを捉えることに固執したのではないでしょうか、はい、ソードだと判明した若き英雄コビーよりも伝説の英雄であるガープの方が政府との交渉材料としては有効である。これも当たり前ですから。そうですね、はい、なので交渉材料として利用するのであればガープは間違いなく生かすはずなんですよ、はい、死んだら意味がないんで。結局クザンは黒ひげと一緒に黒ひげ王国を作り出して世界をめちゃくちゃにしてやろうと考える悪いやつじゃんと思うんですが、そうではなくてやっぱりいいやつだなと言い切れるのがクザンのもう一つの目的が大海賊時代を終わらせることにあります。続いてはなぜそう言えるのかの根拠と、それによってクザンは今後どういう行動を取っていくのかということをお伝えしていきます。クザンの今後、現在のクザンは黒ひげ海賊団に加担していて、はい、ガープを捕らえて政府と交渉して黒ひげと共に黒ひげ王国を作るために行動していますよ ね。黒ひげ王国っていうのもね、ちょっと今もなんか王国みたいなことやってますから、まあね、何が差あんねんと思うんですけど、ね、レベリーに加入したいんですかね。そう、世界政府に加盟するってことがなんか目的の一つなんでね、黒ひげ王国を作るための行動の目的、現在の世界政府の破壊だけなのであれば利害の一致という点では革命軍に行くべきなんだよね。確かにその方がいいよね。ですよね。革命軍の目的は現在のワンピースの世界を牛耳っている天竜人及び世界政府を打倒することですから、恩師であったガープの息子であるドラゴンがそのトップを務めているということは、軍艦バックをしている時に息子が革命家になった畜生というコマがわざわざ描かれていることからも、革命軍が結成された時からその存在を知っていることはまあ確定ですよね。これはね、そうはね、そもそも、まあ、ドラゴンのこと知らないわけないよ。大将ですから知らないわけないんですけど、それにもかかわらず海軍を辞めてからのクザンというのは革命軍の元を訪れることもなく、1年以上放浪してから黒ひげに誘われて黒ひげ海賊団に加入してたということは、クザンの目的は革命軍に所属するだけでは完全に成し遂げることができないという、そうだな、そう、つまり現在の世界政府を破壊するだけではなく他にもあるんじゃないかということになってくる。じゃあその革命軍では成し遂げられることは何かというと、まさに大海賊時代を終わらせること。まず大海賊時代を終わらせることといったらやっぱりこの人ですよね、ゼファー先生。そうだね。もともとフィルム Z っていう物語はもっと海軍のゼファー先生がそう思った
ったから、うん、闇落ちしたあなたよね、うんうん、劇中でもクザンは海賊が先かワンピースが先かでワンピースを先に滅ぼそうとするゼファーのやり方自体は雑な考えだよなと言っていたわけですけども、うん、その信念自体は否定しなかったんですよ。確かに。それからはどうすればいいのかわからないと言っていましたが、ルフィに対してはお前の答えを見せてくれと言っていたので、クザンはクザンなりの考えがあると。例えばルフィとは近からずとも遠からずにいる可能性が結構あると思ってるんです。なるほど。そして現在のクザンはクルフィ海賊団に加担している形になりますけど、結論から言うと最終的には裏切って対立することとなると思うんですよね。というのもやはり黒ひげと手を組んでるというのは利害が一致してると、まあ、なぜかというと誘った黒ひげ自体がそう言ってるから利害が一致っていうのは ね、今のところクザにとって都合がいいからであるということだと思うんです。まず裏切るのは間違いないんじゃないかと思ったのは、今週後のアバロフィさんのこちらのセリフ、にゃーはははは、見てろ軍艦が大破し海兵どもが叫び死ぬ姿、海へ逃げても青吉が凍らせる、もう絶望しかないこのセリフなんですよ。僕らもその通りやなと思った、ね、なんでかっていうと、もう頂上戦争でもねパキンって言ってあの空中飛んでカッって出て見たでしょ、あのアイスエイジ白ひげのね波をあんなに止めてますから。そうなんですよね、一瞬で効率的にできるその能力。黒ひげ海賊団と出会った1年前にはサンファンウルフをはじめとした黒ひげ海賊団の巨漢船長たちをまとめて凍らせるほどの能力なんですよ。僕いつもやられてんなバンクハザードでの赤犬との決闘では島の天候を丸ごと変えてしまうほどということがありますから、それだけの能力と実力を持ってるわけですよ。なのでいくら今回はガープが目の前にいたからと言っても、その場を一瞬で氷漬けにすることも後から追いかけて海と軍艦を凍らせることもできたんですよ。おう、そう、しかしそうはしなかった。クザンもガープ同様コビーたち騒動の面々を海軍の未来として逃がしたということなのではないでしょうか。こいついつも逃がしてんな。まあでもだらけ切ったっていうところとうまく関わってるね。確かに確かに。で最新話の冒頭でガープがコビーたちに授業を敷いた際に、クザンもしっかり描かれていましたけども、そもそもクザンはガープを師と仰いで長年一緒に修行してきたことから、お前ら一体何を救うために海兵になった人の未来じゃろうかという教えはしっかり染みついてると思うんだよね。そうね、つまりクザンはガープの意思を受け継いでると言っても間違いないと思う。確かに。コビーたち海軍の未来が新しい海軍の形を生み出すことには賛同していて、だからこそコビーの代わりにガープを人質として選び、コビーたち海軍の未来はあえて逃した、はい、さらにクザンは黒ひげ海賊団に所属した後にわざわざスモーカーを救出にも来てるし、確かに少しの間話し込んでいただろうスモーカーもならいいと認めているということはですよ、何か納得できる理由があったわけでしょ。お前納得したんだなこの男は。ええ、なんか今もしこれあ違うくねって言ったら俺聞かれるんちゃうんかな、うん、一旦ならいいって言うダサいスモーカーのやつは昨日で終わりにして。あ、すいませんすいません、昨日も散々ねスモーカーのこと言っちゃってましたから、はい、凍結しておきましょうか一回ね、うん、そしてねだらけ切った正義を掲げていたクザンが赤兄と決闘をわざわざやってまで元帥となって海軍を変えようとしてたということは、うん、はい、海軍としてやはり海賊は根絶やしにすることに繋がってくるんじゃないかと、いうことだと思うよね。つまり現在は黒ひげ海賊団の10番船船長としてガープを人質に世界政府と交渉して、黒ひげの夢である黒ひげ王国の建国に向けて活動しております。それを足掛かりに黒ひげと共闘して赤犬率いる海軍を滅ぼすのは間違いないんじゃないかと。それはあくまでも黒ひげ海賊団という戦力を利用しているに過ぎず、利害が一致しているのはそこまでで、その後は黒ひげの前に立ちはだかってコビーたち海軍の未来による新しい海軍が大海賊時代を終わらせることに協力するのではないでしょうかと。なるほどね。そのためにクザンは現在の海賊たちの諸悪の根源のような存在である黒ひげの一番近くで協力しつつ常に見張りを続けていることもしていまして、旅館船長たちであればいつでも一緒に氷漬けにできるぐらい黒ひげ海賊団の幹部たちは結構実力差が今もある。今週号でガープがこの一件がいずれ海賊たちの脅威となるとまあ話していたのも、ガープとクザンが逃した海軍の未来がその後黒ひげ海賊団をはじめとした海賊たちの前に立ちはだかる伏線じゃないかと。最終章ではゴッドバレー事件の再来としてロジャーとガープが共闘してロックス海賊団を打倒したように、うん、ルフィたち麦わらの一味とコビーたち新しい海軍が共闘して黒ひげ海賊団を倒すのではという考察は何回もされてきたわけですけど、やはり黒ひげ海賊団はロックス海賊団同様裏切りと仲間割れの絶えない海賊団になっていくのは間違いないんじゃないかなと思うので、クザンもそのうちの一人として最終的にはルフィやコビーと共闘して最後の戦いでは味方として戦ってくれるんじゃないかと。
なるほど、はい、だからこそ今は悪に見えるクザンあえてこう演出させてるんじゃないかと、それがやはり良いやつだったっていう風な漫画の展開にしたいんじゃないかと。もしかしたらその後は再び海軍としてコビンたちと共にルフィの前に立ちはだかるという展開もあるかもしれませんし、その頃にはルフィが海賊王になったということでクザンの目的である大海賊時代を終わらせることにも挫折したんじゃないかと。今日はですね、レッドについてね、はい、語りたいと思うんですけども、はい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 、昨日と一昨日はですね、ボヤちゃんでもフィルムレッドの感想会もやったんですけど、まあちょっとお腹いっぱいかなとも思うんですけど、はいはいはい、赤髪海賊団にスポットを当ててお届けしたいなと思ってまして、ね、やっぱ一番大きな事実、今回の映画で分かったのは、シャンクスはルフィの味方です。いやもうこれ確定言うてたしね、そうそう、コーマデッカ TV でも、そうそうそう、シャンクスはもう敵か味方かみたいな質問あった時に、そうそう、詳しい名言は避けたんやけど、まあ、映画見たら分かるって言った。で、映画が答えだとしたら、ちゃんと一般市民とかね、ルフィを守ったわけだから、これはいいやつだっていうことが分かったわけですね。ちょっと前のジャンプでも、シャンクスが新時代のために緑儀を追い払ってくれたりそうやねしてくれましたし、一応ワンピースのためにルフィを利用してる可能性もまああるんですけども、フィルムレッド見る限りは、いい人だねっていうことが確定でいいんじゃないですか。ということで、本日の曲は赤犬がシャンクスを返り討ちにする説。いや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 、拍手ちゃいますよそれ。赤犬が全員返り討ちにしちょるわいみたいなこと言ってましたけども、うん、赤犬なんて所詮、うん、キザルぐらいなんですよ。見ました映画、うん、キザル、うん、ちょうどマリーンのね服着てますけどね。そうだから、うん、あいつは、うん、勝てませんシャンクスに。いやいや、つまり元帥になるぐらいよ。赤犬も、うん、シャンクスには勝てません。え、どういうこと？だって止められたんだよパンチ、頂上戦争でも。まあでもなんかね、色のオマージュじゃないけども、はい、赤髪のシャンクス VS 赤犬ってなんか赤と赤の戦いみたいな、はいはいはい、副題が見えるよね、サブ題が。なるほど、赤犬 VS 赤髪とか分かんない。そっちは犬 VS 髪じゃない。ええ犬 VS 髪。ああ、ちょっとね、どんな決着なのかちょっと予想ができないんで、それはちょっと勘弁してもらって。まあそうですね。まあそれはないよって映画を見てる人は思うかもしれませんけど。そうよ、あんなに強かったんやから、はい。思い出してください。1054話で言っていた赤犬のこのセリフですよね。全員海流神しちゃるがのう。もう言ってましたね。まあ、とやかさっき言ってる。このシャンクスは赤犬に返り討ちにされて、もしかしたらされてしまうような未来もあるんじゃないかって予想したんですよ。つまりね、赤犬の全員返り討ちにするという策とは、ワンピースの眠るラフテル付近にですね、SSG おるように。新しいやつね、はいはい、を破壊兵器を含めた陣をまあ張っていて、頂上戦争と同じく海軍にとって有利な場所で海賊たちと戦おうとしてるんじゃないかと思ったんです。返り討ちにするってことは自分から攻撃しに行くってことやんや。そうやね、攻めてもらう前提やんか。今クロスギルドってものがあるから、攻められることに対して先に言ったセリフじゃないのと思えるんやけども、でも海賊って基本ワンピースを求めて目指したりもするわけだから、 その付近で待っていた方が効率いいんだよね本当はね。まあ、確かに確かに。この他にもですね、まだ納得できる理由をちょっといくつか用意してますので、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいです、はい、ということでまずね、赤犬のセリフから整理していきましょう。赤犬が緑牛の輪の国行きを止めた違和感。これ気づいてました？どういうことですか？これね、今回その考察を思いつくきっかけとなった描写になるんですけども、まずこちらの救済前、はい、1052話ご覧ください。今どこにおるのかと聞いちょるんじゃ。だから杯さん、上空だってどこのじゃ。あー見えてきたぜ輪の国。余計な真似は絶対するな、ええー、な緑牛。分かってるって本当に、緑牛と赤犬の会話、ま、確かに釘刺してましたね。必要なまでにも関わるんじゃないよお前はみたいなね。緑牛に関してはそもそもシャンクスだけではなく、赤犬ですらもう止めようとしてるわけですよ。確かに、うん、余計なことするんだもんね。ただこれって冷静に考えたら赤犬の行動としておかしくないですか？なんでですか？はい、というのもその元四皇のカイドウやビッグマムを倒して、はい、新たな海の四皇となったまあ新世代でルフィ、キッド、ローを和の国で討ち取ることは海軍にとって本来重要なはずですよね。まあそうですね。だってルフィとかに至ってはその頂上戦争の時の赤犬自ら始末しようとしてましたから。そうそうそう、うん、で7日以降に来たわけでしょ、はい、でそもそもね、緑牛本気出したら1日か2日でも早く和の国に行って、はい、まだ満身創痍の内身とか赤鞘とかをバーンってやった方が良くないですか？そうやね。だってまだその時にはルフィもゾロも目覚めてないわけじゃないです か赤犬の立場考えたらね、はい、その徹底した正義やったら、うん、カイドウの討伐の知らせを受けた直後にね、うん、行くべきじゃん。まあ確かに。実際にさ、レッド見たけどさ、即行ってたでしょ。今出せるだけの軍艦を出せみたいな。ああ言ってましたね。何隻じゃ。30隻。そう、30隻すぐ向かわせたやんか、うんうんうん、あんな感じで今すぐワノ国行けみたいなこと言ったら、カイドウ、ビッグマム、これ取れる、ルフィ取れる、ゾロ取れる、マルコとかも取れる、赤鞘国男取れる。まあ確かにね。でワノ国制圧できたのに、だってトータル100億ぐらい儲かります
よね。まあ儲かるかどうかっていう視点ではちょっとないと思うんやけど、なんで1週間も経った後のわざわざ緑儀を止めたのって思っちゃうわけですよ。で実際今回シャンクスはたまたま近くにいたために緑儀はまあ情けない形で撤退しましたけども、緑儀、ね、は手負いとはいえ四皇幹部のねキングとクイーンも倒してるんですよ。その上で四皇幹部のジャックやペロスペロを差しで倒せる実力者の赤座役人男全員と、まあ勝てそうでしたね。そう、つまりタイミングさえ悪くなかったら緑牛でも新世代を捉えることができたんだよね。まあ確かに。そう、実際ね、ちょっとあのモリモリの実の真髄ってまだよく分かってないけども、まあ木遁じゃないですか、ナルトでいうところ。そうですね、ナルトのね木遁って言ったらさ、木で檻を作ることもあったよね。っていうように何かを捕獲することにおいてはその檻々の実とか木木の実並んでわりかし有利だと思うんだよ。まあさらに相手の正義を吸うみたいなこともできますから、そうそう、弱らせて持ってこれるやん。そう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 、そう思うと緑牛にもっと早く行かせてたら和の国全部制圧できてるんですよね。なんで今このタイミングで行って、しかも余計なことはするなって言われちゃったの。赤犬が完全に足止めをしてるって捉えてもおかしくないよね。いやそうですね、赤犬にとってね、はい、新世代を今打ち取ることは重要じゃないんじゃないのと思ったんですよ。だとすれば赤犬にとって最も優先順位が高いのは何だと思います？実はね、すでに書かれていたんじゃないかと思うんですね。何ですか？ソードは赤犬直属の機密特殊部隊。どうですか？ちょっと跳ね荒れてるイメージありますけどね。そうだよね、機密特殊部隊ってさ、その中に誰がいるかっていうとコビーとかさ、そうどっちかっていうとガープ寄りの感じで、まあ、反赤犬派というか、そう、まあ、どっちかっていうとガープも赤犬ちょっと恨んでる部分あると思うんだよね。そうだ、怒ってたからね、エースの時に。でもこれがもしそのミスリードだとして、ソードが赤犬直属だったら、おっ！ってちょっと意外な展開だと思いませんか？まあ確かにそれはめっちゃ意外ですね。そう、そもそも赤犬はですね、和の国の討ち入りの直前にこんなことをですね言ってるんですね、はい、和の国は放置じゃ、そこに作戦力がうちにありゃせんので戦国さんということで、わざわざですねカイドウとビッグマムの同盟を知っていて、とんでもない事件ですよね、はい、にもかかわらずそっちはもう放置。いやそうですね、いや四皇同士が手を組んでるのに放置、それ以上優先順位高いことありますよ世の中で。この発言も当初はその制度の撤廃に伴って、あ、そうそうそう、打ち取るためにね集中させる必要があったからっていうふうに思ったんだけど、はい、順番的に考えたら俺だったらね、先にカイドウビッグマム打ち取れるチャンスある、で天竜人を殴ったルフィもいる、まあ、ミカに覚醒する恐れもある、こっちを七武海にちゃんと討伐させた後で七武海を攻撃したいんじゃん。まあ確かに。で賢くない、その方が。賢い。そう、だからちょっとなんで七武海優先しちゃったのかな。七武海って別に自らが海軍にちょっかい出してくる相手じゃないやん。そうね、どっちかっていうとビッグマンやカイドウやルフィが一緒にいる方が都合悪いやん。今思ってみるとかなり意味深な描写だなってまず思いました、はい、当時まだバギーがクロスギルドを設立するかは僕らですら分かってなかったわけで、まあ、だって七武海をやめてなかったら多分作ってへんしね。そう、まずはその新世代と戦いで、まあ、ヨワールド想定されてるビッグマムカイドウを、まあ、なんとかする方が優先度はほんの高いんだよね。確かに確かに。実際世界政府は今回の討ち入りに合わせて軍艦をワノ国に派遣してましたよね。ああ確かにね。そう、あれもちょっとまあよく分かってないんだけど、でこの時に緑牛一人でもね軍艦に乗せていれば全員一網打尽にするチャンスがあった。もうだから世界政府と海軍が一枚岩じゃないのはこの辺りからも分かりますよね、うん、そうですね、まあ、そもそも緑牛自身赤犬に褒められたいっていう目的もあったよね、うんうんうん、はい、ね、褒めてもらいたいみたいな。そうそうそう。で討ち入りから7日経った和の国にルフィを捕らえに行くくらいなら、討ち入りの最中にもう独断と偏見でもう和の国に行っちゃってもいいんじゃないですか。まあ実際サイファーポールとかは結構独断で動いてるんちゃうんかっていう感じもありましたしね、ある程度、まあ、だとすると、うん、鬼ヶ島の討ち入りの最中緑牛は赤犬の指示で別の任務を受けていたんじゃないかという。まあ、実際あのレベルの方にもいましたから、そう、まあ、そう考える方が自然ですよね。はい。でそう考えられる根拠が海軍機密特殊部隊のソードの存在なんですよ。はい、ここでソード、はい、はい、ソードの存在については赤犬がもしかしたら知らないんじゃないかという説もありましたよね。そうですね。でガープたちがこっそり組織してる部隊なので、うん、赤犬はちょっと内緒やでみたいな、はい、今回そのフィルメットにヒントがあったなと思っていて、はい、ブルーのイリエンかい、ブルーのね CP0、 ソードの存在を知ってたんですよね。知ってましたね、はい、でいくらブルーのが CP0 とは言え、外部の人間ですら知ってる海軍の組織に関してトップの赤犬が知らないとありえないでしょ。まあ知らんかったらちょっとびっくりするね。ね、うん、正直。そうであれば赤犬はカイドウとビッグマムが手を組んで、うん、古代兵器を手に入れてワンピースを狙ってるという情報を恋人六方のドレイクを通じて早めに知った可能性はあるよね。そうですね、まあ知ってるよね絶対ね、うん、だとしたら入国が困難でカイドウの手下も多くいる和の国で戦力不明な新世代との消耗にかけてカイドウとビッグマムに挑むよりも、うんうん、
ワンピースを狙う海賊を罠にはめて確実に討ち取る作戦を用意したんじゃないかと。ほう。そう、意外とそのマリンフォードの時もさ、その情報とかを鳴らしてさ、かく乱とかしてたやん。そうね、白ひげね。そう、うん、で迎え撃つ準備を実はそのレビリー帰りの藤虎と緑軍に命じてたと。元七部会のダホ任務は中将たちにも任せていたっていうふうに考えるのが自然じゃないのと。確かにあっこに大将言ってる感じしないですね。そうなんです。つまり赤犬はカイドウとビッグマムに対してマリンフォードのね作戦と同じことをやろうとしてたと考えると。なるほどね。そうで、ここで赤犬が実際に用意している策とは一体何なのかと。はい、はい、次はここを考えてみたいと思います。赤犬は SSG の破壊兵器を導入している説。普通に考えればワンピースを狙う四皇への、まあ、対抗手段として何考えられます？まあ四皇に対抗する言うたら、うん、まあ、やっぱりその SSG の兵器。そうだね、強い兵器の導入絶対不可欠よね。まあ、あとは強い人物の採用、はいはいはい、世界長兵みたいな。そうですね。あと強い海兵の育成。ああ、まあゼファーが昔やったような。そうの3つのうちいずれか、まあ、全部大事なんですけど、ただその強い人物の採用に関してはそもそも赤犬自身が元帥になったタイミングで世界長兵を行ってますから、緑牛と藤戸だって、まあ、あれもすごいいい買い物ですよね。いや、そうですよ。あんなに ね大将クラスに強い人がいきなり入ってきてくれるわけですから、うん、それやってるところを見るとそれ以上強い人が入ってきてる描写もないし、 そうね、それ以上は多分ないと思うんですよね。強い海兵の育成に関してもすぐできるのであれば海軍がやっていないわけないよね。多分これゼファーが引き継ぎせんかったから、はい、ちょっと弱なってると思う、ね。まあ、会社でもそういうことあるよね。そう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 、引き継ぎちゃんとできてないから次の人がねその仕事飛ばしたこともあるからね。キザルとか赤犬とかはちゃんとゼファーに育てられたからそこそこ強いと思うんやけど、うん、ゼファーに育てられてへんやつらが海軍の足を引っ張ってる。なるほどね。どうですかね、赤犬って後任の育成とかを一生懸命やるタイプに見えます？いやー、どうかな。なんか T ボンぐらいしか残らんかった感じするけど、俺割かし東野タイプやと思うね。この東野タイプ、できる人は取るけど、あ、できへんやつあんま育てへんぞみたいなスタンスじゃないですか。いやいや、そんなことはないよ。ここら辺は本当にないですか？ないよ。そういう描写が、まあ、過去にもあったんですよ、はい、コビーがねこうやってもったいないのシーンの時に、うん、ああ、誰じゃ貴様、数秒無駄にして正しくない兵は海軍にはいらん、うん、とか言ったりするんで、あんまりこう育てるっていう感覚の親玉じゃない気がするんですよね。確かにね。となればやはり本命はベカパンクと SSG による兵器の導入であるというふうに考えるのが自然ですよね。そうね、はい、実際 SSG に関してフィツドラと赤犬はこういうふうに会話もしてるんですよね。本望じゃろう一生、七部会の撤廃お前らの悲願、わしは反対じゃったが王たちの決定は覆らん。七部会を存続させるための必要な犠牲、あんたその人たちになったことねえからわかんねえのさ。あとは SSG を信じやしょうや、きっと世界の勢力図は大きく変わる。ということで、当時は SSG は七部会に変わる戦力、まあ、そういうふうに考えてたわけなんですけど、そうですね、赤犬がワンピースを狙う海賊を確実にですよ、討ち取る作戦を用意していた、迎え撃つ準備をレベリーの帰りの藤虎緑牛に命じていたという前提で改めてですね考えてみますと、藤虎の言っているこの世界の勢力図とは四皇も含めた話をしてるんじゃないですか。そうですね、はい、そんな気しますね。そう、あとは SSG を信じやしょうやという発言すらも、うんうんうん、ワンピースを狙う海賊たちを迎え撃つ準備を今まさにしているよっていう風に聞こえてくるんです。まあ、確かに藤虎はね、その映画でもシャンクス相手にもビビってませんでしたから。そう、もう何もその七部会のことだけのこと言ってるんじゃなくて、四皇すらもそれでもう変わってしまう、まあ、確かに世界の均衡がこれでもう保たれるよと。お、七部会の枠を SSG が担うんじゃなくて、うん、世界の均衡自体をもう SSG だけでもできちゃうよぐらいの。だから海軍最強時代を作ろうよっていうことですよね。そうで、この SSG があるからなのか、その赤犬は旧四皇を2人倒されて新世代が台頭します。で、打破すべき七部会の4人のうち少なくとも半分のバギーとミホークには逃げられていて、はい、革命軍のサボも取り逃がしている状態でね。だから偉い時代に元帥になったわ、何本向かってこようとも全員海流神しちゃるがのうと、まあ、生きているわけで、まあ、余裕があるわけで、はい、そうですね。そう、 SSG に絶対的な信頼を置いているということなんですね。で、ワノ国でルフィを捕らえることは、まあ、最初から想定してませんと、それは、うんうん、このあとその返り討ちにする準備があるから今は余裕なんだよ。なるほど。そう、でそう考えればワノ国に向かう緑牛を止めたのもシャンクスが付近にいることを知っていたからとかそういうわけではなく、海軍にとって有利な場所で海軍を迎え撃つ準備をしているのに、万が一緑牛が先に行って何か下手打ったら戦力減るやんと。あ、だから今は何もすんだと、これからやから、はいはいはい、
その証拠にちゃんと緑牛もまだ戦われまだなみたいなねことを言って逃げてるわけじゃないですか。確かに。だからそういうことが多分作戦としてあるんだろうな。なるほどね。だからこそ織田先生もこの後頂上戦争を超える大きな戦いがあるっていうのはこういうことなんじゃないの、うん、まあ、だから緑牛は赤犬に褒められたいからその SSG とかと一緒にやるんじゃなくて自分一人でやりたかったと、うん、先に仕込んでおきたかったと、うん、はい、でその頂上戦争と同様にワンピース付近では地の利を生かした作戦を展開して、もともとはそのカイドウとビッグマムの同盟が来たとしても迎え撃てるような SSG の兵器を準備していたはずなんですよね、防御兵器をね。だからこそシャンクスやルフィと単独で戦うことになろうとも確実に返り討ちにする準備があったのではと。なるほど。なんかなんとなく僕らね返り討ちにしちゃるがのみたいなことね、ニューマリンフォードの描写があったから、はい、そこにわざわざ来るものと錯覚してるけど、ワンピースが本来の目的ないからそっちに向かって海賊が来るわけよ、どっちかといったら。じゃあそこで返り討ちにするって意味の方が辻褄合うよね多分ね。あー、でも海軍のおかげでラフテルの場所丸分かりみたいなことならへんのかな。え、それはなんかうまくカモフラージュしてるやろ分かったとてちゃうのそこ。海軍の基地があそこに新しくできたってことはみたいなもしかしてこの付近にラフテルあるんじゃねーみたいな。でもいろんな支部ありますから、うんうん、なんかそうラフテル支部でも言っちゃってもいいんじゃない。どうせもう崩せないからお前たちにもみたいな。なるほどね。それまで自信あるんだよ、はいはい、でその自信のある SSG が、はい、兵器が何なのかはね今のところじゃヒントも何もないんですけども、我が国でそのカイドウの血統因子から作られた人工悪魔の実に関して、はい、意味深なままで伏線未回収で終わってることを踏まえれば、うん、カイドウ版の量産型パシフィスタで大量カイドウを使って四皇カイドウを討ち取るつもりだったことも考えられませんか。それはびっくりするなね。まあ、桃之助がねそれを食べた結果、うんうん、桃之助めっちゃ活躍してて、まあ、実際緑牛を跳ね返したのは桃之助のおかげですからね。そう。でも桃之助でもともと8歳の体にしても、うん、あんだけできたわけで空を飛べたりとか、うん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 、ボロブレス吐けるようになったりとか。確かに。であれが精神がちゃんと上に行ってる大人がもしたくさん乱用して食べたら、はい、みんな竜、もうワンピース付近ラフテル付近でみんな竜になってますよ。おー、カイドウ100匹おったら絶望するな。確かにね、むちゃくちゃおって、はい来ました、みんなであっちの方角もう産地の方角行きますよ、せーのボロブレスって言ったらバーンって。それはエンドポイントもびっくりの爆発やね。そう、これはすごいと思うよね。でもって赤犬がワンピースを狙う海賊を罠にはめる準備をしているなら、はい、最初に犠牲になるのは現在そのワンピースに最も近い男と言われているシャンクスじゃないのと考えたわけですよ。それだけは許してくれませんか。もう僕シャンクスまで赤色に殺されたら抑えれません自分を。ただですよ、そのここまでの考察に一つちょっと無視できない違和感があるのを気づきました。なんですか。それが海軍がラフテルの場所をほんまに知ってんの、知ってってったその理由何なのってことなんですよ。だから知らへん可能性も全然あるってことですよね。次のテーマいきますよ、うん、赤犬は世界政府も返り討ちにする準備をちゃんとしている。めちゃくちゃやな、はい、すごいな。ということでなぜ海軍がラフテルの場所を知っているのかということなんですけど、はい、まあ、それにもかかわらずなぜワンピースを自ら取りに行かないのか、うんうん、まあ、取りに行っちゃったら織田先生もワンピースはものであるという明言している以上は海軍がちゃんと所有すれば大海賊時代終わるんですよ。まあ、確かにね、はい、なんでこれしないのと、うん、この2つの謎を解明する必要があるわけなんですけど、はい、まずワンピースを自ら取りに行かない理由っていうのは、うん、ロジャー海賊団と同じくまだ早いからじゃないのと思ってるんですよ。でも今とかいったらいけるんちゃうんですか。そう、でもその時期が微妙にさ、その日ピンポイントで行かなあかんみたいなこともあるかも。そういうのみたいな、これ何月何日何分に行かないとダメですみたいな、うん、ダメだ。これ冒険者のなんか王道やなんか、はい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 、その日しかなんか咲かなへん花があるみたいなね、まあ、確かに七夕の日だけとかね。そうそうそう。現在もその周りにちゃんと陣を張っているだけなのはワンピースを取りに行くための条件を知らないからと考えることができるよねと。なるほど。そしてそもそもなぜラフテルの場所を知っているのかというともともと一部の上層部の海兵はその場所を知っていたんだけども、うんうんうん、五老星の意向により海軍は警備したり近づくことは禁じられてるんじゃないかっていうふうに考えました。はい、そもそも海軍の中にも世界政府にとって都合の悪い情報を持つ人間は複数いるんですよね、うんうん、まあ、例えばガープとか、はい、まあ、ロジャーと共にロックスと戦っていたりとか、うんうん、ドラゴンとも情報交換もしてる描写もまああるよねと。そうですね。でそもそもディーヤ氏とかで元天竜人で海兵だったコラソン、はいはいはい、アリのドフラミンゴはマリージョアの国宝を知っていると。確かに。海軍でありながら世界政府に都合が悪い情報を持っている人間が意外といるんです。うん、はい、そしてそもそもですよ、元元帥の戦国に関してはバレルズ海賊団覚えてます。もちろん、あのオペオペの実の、はい、そうオペオペの実をねちょっとトレードしようとか取引をしてた、はい、でそのマークしてたわけです。ちゃんとね戦国はトップシークレットって自分で言ってるんやけども、マリージョアの国宝や政府の狙いフローシューズに関しても全ての情報を持っている可能性はあるよねと。ほうほう。ということは海軍にも
ラフテルの場所を知ってる海兵がいる可能性はあるよね。まあなるほどなるほど、はい、まあ実際ねその大統領とかも大統領になった瞬間にそのいろんな機密情報とかアクセスできるようになるらしいから、そうそう、なんかね引き継ぎじゃないですけど閲覧権が出るじゃないですか、戦国からなんかいろいろ教えてもらった可能性もありますよね。そうね。でその戦国がオペオペの実の取引をですねトップシークレットといって海軍の中でも隠していたように、うん、五老星からの命令でラフテルに近づくことは禁止されていてもおかしくないと。しかし赤犬が五老星に歯向かってもいますよね。ちょっと仲悪そうですよね。そうよね、うん、はい、で我の国では CP0 は明確に騒動を敵視し、うん、してました。ドレクとリーダー仮面が敵対したりもしてたよね、ちゃんとね戦ってましたしね、戦ってるんだね、うん、ということは赤犬は海賊だけではなく天竜人が治める世界政府に対しても同時に返り討ちをするためにドフラミンゴの誤報が出た時から着々と準備を始めて、まあ、ラフテル付近に SSG による量産型カイドウを配備して大海賊時代を終わらせる準備をしているのではと考えました。まあ、赤犬も天竜人好きじゃないやろうしね。いやもしかしたら、うん、天竜人に お前おもろいことやれよとか言われたことをすごい根に持ってるんかもしれない。ああ若い海兵そうお前犬やろうみたいな天竜人いつか殺すって思ってたかもしれない。なんか赤犬に関してもさ、うん、ボニーをね捕獲するときにお前が逃げられたときはヒヤッとしたがノーみたいなこと言ってましたね。ボニーも何かを知ってるんやろうけど、うん、そのことを知ってる赤犬もやはり何かを知ってるんだよね。そうですね。世代的にはねガープとかの世代ってちょっと上なのでロジャーやガープや戦国が何かを知ってるのは分かる。でも赤犬以下っていうのは別にそんな若い海兵だったわけだから、ほうほうほう、あんまり知ってんのって不自然やん。まあ、まあでも戦国さんから引き継がれたとかね、まあ、いろんなことを大将の地位にいただき知れることもあるんやろうけども、何かを知ってて僕たちに隠してるのはまず間違いないわけじゃないですか、まあ、そうですね、だからそう思ってね言ってみると今日僕が最初の冒頭の方で提示した、はい、緑儀を制止した理由とか、うん、カイドとビッグマウが撃たれた直後に捕獲しに行かなかったこととか、うんうんうん、ちょっと気になってきませんか皆さんも。いやそうですね。実際そのシャンクスっていうのは天竜人とのつながりがあること、まあ、五老星とのつながりがあること 100% まあ間違いないですから。でやっぱそう考えてみますと、うん、僕面白いなと思う展開こう考察予想するんですけど、もう全く根拠ないよ、妄想、うん、妄想やけどパンクハザードで赤犬と青キズが戦ったこととかも俺は結構演技だったんちゃうかな、本気で戦ったんやろうけども立場が変わらないと見えない景色もあるみたいなことある。青キジは言ってるやんか、青キジはいいもんだったに悪者になったって思うじゃん。逆に赤犬は正義を貫いていいもんなんやけど実は悪者になってる。だそれぞれが逆の立場になってんちゃうかみたいな。なるほど。実はこの2人裏でつながっていて、うん、何か一つの目的のためにやってるとしたらめっちゃおもろいなと思って。おお、じゃあ青木地自分を推薦してくれた戦国さんのとこに言いに行ったんですかね、お前足はどうした、新しい時代にかけてきたっていうようなことを。笑えないけどねで面白いね。そしたらさ、俺小田先生さすごすぎると思って。いやすごいよね。何がすごいかって言ったらそれが僕の言ってる考察が妄想なんだけどほんまに当たった場合、掲げてる正義を守ってるんよね。その赤犬はちゃんと市民のことを考えた徹底した正義はちゃんと守ってたことになっていて、ね、で逆にだらけ切った正義は燃え上がる正義でちゃんと上回ってる。うんうんうん。そうなるとすごい立場がコロコロ変わるから、ある意味世界がひっくり返るというか。なるほど、ね、すごいなと思う。はい、やっぱ前回のジャンプで一番衝撃的なことって何でした？やっぱブランニューが出てきたとこかな。ブランニュー出てきた、うん、まあ、それもそうなんだけど、うんうん、やっぱ最後ちゃいます。こちら俺だサボ。あーなるほどね、うん、この出方さもう敵なのか味方なのかちょっとわからないよね。うん、わからへん。みんな大丈夫、俺無事だよサボだよみたいな感じじゃなくて、うん、俺だサボだって、うん、ついにサボの口からいろんな真実や目的が明らかとなりそうではありますが、はい、分かるよね。分かる。普通だったらなんか言うよね、テンション上がってね。覚悟を決めた男の感じっていうのが伝わるじゃん。はいはいはい、はい。まあ、サボといえばですよ、1054までコブラ暗殺事件が世間に載ってることが判明しましたよね。さらに海軍によればリビーの行方不明についてもサボが関与してるとかしてないとかで、サボが現在何をしているのかとか何を考えているのかも全く分かんない、わからないような状態なんです。確かにそうですね。でアラバスタに関するその設計の記事、はい、で海軍の憶測が事実なのかどうかは分かりませんけども、もちろん新聞嘘もありますからね。気になるのは、はい、サボに関する海軍の黒馬のこの発言なんです。ほう、まるで奴を神のように崇め始めた、その人気は今や革命軍総司令官反逆流ドラゴンをしのぐ A
影響力と言え。ドラゴンってさ、何年活動してきたんよ。いやだってだいぶ活動期間長いよ。10年はね、多分やってるよ。めちゃくちゃ活動して革命の日をね、ちょっとずつやって、ようやく今さ、マリージョンに乗り込むとも言ってるわけやんか、うんうんうん、そのドラゴンの人気をさ、このわずか数年でしのいでるわけです、多分ね。え、そうよ。いきなり多分思いついたわけじゃなくて、結構こう自分の中で思いがあって、良い周到な、はいはい、サボやから、うん、あったと思うけど、頭いいですしね。そう、それ人気をしのぐってすごいよね。すごい。この海軍の発言で気になるのは、革命軍の影響力が増したという言い方ではなく、はい、サボについてドラゴンをしのぐ影響力と言っていることなんですね。そうですね、代替わりがあるようにね。はい、サボによるコブラ王暗殺事件について海軍は、はい、革命軍にとって大きな意味があったと言ってることから、うん、サボと革命軍を同一視していることは間違いなさそう。確かに。ですよね。革命軍トップの座をサボが奪ったかのようにも取れる言い方なんですよ。ほう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 。で、黒馬が赤犬に報告しているというのが気になりますよね。確かにな。で、またサボに関しては海軍だけではなく、革命軍総司令のドラゴンもこう言っております。サボは無事さ、だがあいつが本当にコブラ王を殺していたら、いかなる理由があれど俺は許さん。この発言からサボの行動はドラゴンにとっても完全に予想外の行動だったよね。まあそういうことになりますよね、はい、で、革命軍としては簡単に納得できるような行動ではないということだけがまあ分かっている状態。ということで今回の企画なんですけども、終わってしまったかも。何今回の企画、ドラゴン事実確認できませんでした、うん、ドラゴン事実確認できませんでした。やっぱりまずは事実確認だって言って、結果分かりませんでしたっていうことが分かったっていう。じゃあ今日終わりやん、もう。はい、うん、今日の企画のテーマはっていうか、もう落ちやんそれ。違うんすよ。はい、サボ、フジトラと手を組み8カ国革命を起こした説。フジトラ、うん、フジトラっていうと、あの海軍のフジトラ、緑牛のフジトラですか。そうです。今もさ、クロスギルドもね、僕たちが予想外にしない組み合わせで手を組んでるので、まあ確かにクロスしましたね。そう、まああと海賊同盟っていうものも、うん、やはり新世界編から結構取り立たされていて、はい、海賊同士が組むことも結構あったけど、おうおう、革命軍、まあ言ったら海賊かな、今サボはちょっと分かんないけども、その革命軍と海軍手を組むってあんまり予想できないじゃないですか。ああ、確かにね。そう、しかも革命軍の中でもフジトラって結構特殊な立ち位置でしょ。うん、そういうことも踏まえて今回の説を考えたんで、ぜひ最後まで聞いてください、はい、ちょっとね、ワノ国編で明かされた描写を丁寧に整理して考えるところを始めるんだけど、うん、サボとフジトラがドレスローザで手を組んでいたんじゃないかっていうところにまず注目しました、はい、その根拠がね、ちょっとあるんですよ。サボに残された空白の数時間。空白の数時間。そう、まあ空白のって言ったらさ、ワンピースだったら100年って言いたくなるんですけど、はい、結構ね、この間何してたんっていう細かいポイントたくさんいろいろあるんですよ。まあ確かにな。まず今週号のジャンプで明らかに分かったこととして、サボと共にレベリーに乗り込んだ革命軍の軍団長、うん、パラス、モーリー、リンドバロン3人はすでにカマバッカ王国に帰ってきてる、うん、戻ってきてるということが分かりました。そうですね。そしてサボと共にマリージョアにいたその軍団長3人、うん、すでにカマバッカ王国にいるにもかかわらず、うん、サボによるコブラ王暗殺事件については、ドラゴンがニュース以上の情報を持っていなさそうなことから、分かれたのはコブラ王の暗殺の前であることが分かるね。確かに。そう、慌ててるしね、うんうん、ただここで改めて1054話を読み返すと、少し不自然な点に気がつくんです。まず最初に思い出してほしいのが、マリージョアの革命革命軍の行動について黒馬から語られるこちらのシーンです。大将緑牛とフジトラ率いる海軍が応戦するも、結果元革命軍にして天竜人の奴隷にされていたバーソルミュークマを解放され全員に逃げられとる、はい、はい、ということで黒馬も全員と発言しますね。だからもう誰一人欠かすことなくね。そうです。大将2人と向かい合うサボと3人の軍団長が描かれているシーン、この時点まではサボは軍団長と一緒に行動を共にしていたということが分かります。確かに。ではこの海軍大将と軍団長の戦いはいつ起きたんですか。コブラ王殺害の数時間前であったというふうに、まあ、言われるわけですね。なるほど。じゃあ戦いの後に、まあ、コブラが、まあ、亡くなってしまったと。で、それが分かるのはこちらのシーンです、はい、800年前世界政府を作った最初の20人の家系で唯一のレベリー参加者ネフェルタリ・コブラの殺害は革命軍にとって大きな意味があった。その数時間前には天竜人の居住神々の地にて世界貴族のシンボル天かける竜の蹄を破壊し宣戦布告。お、はい、事件図ちゃんと
説明してるんですよ。確かにこれ大事ですよ。でも意外と見落としがちなコマでしたね。そうなんです。ということでこの発言の直後に先ほど紹介した海軍大将と革命軍が戦ったことが分かるわけですね。つまり海軍大将と戦ってバーソルミュークマを奪還した後、軍団長とサボが別れる前後の数時間の間に何かがあってサボが事件を起こすに至った、なるほどと考えるのが自然ですよね。確かに。でサボはまあ悪人ではないのでないっけ思いたいね、はい、何か事情があっての行動だろうとは思うんですけども、うん、ある種革命軍を裏切るような今回の行動なわけで、よっぽどのことがない限りそのサボもそんな行動を取らないと思いますよね皆さんね。まあないだ、ドラゴンに育ってもらったみたいなとこありますからね。そうお父さんみたいなもんやからね。ということでそのサボがその数時間で考えを変えるほどの出来事を考察してみたんですよ、可能性を。ほう。そうするとマリージュアのね、ちょっとサボの言動をですねちょっと一緒に振り返ってみたら分かるかなと、うんうん、サボが革命軍を裏切ったのは緑牛が原因説。ほう。ずっとずっと90巻以降謎のままの緑牛は、はい、今ジャンプでね活躍というかちょっとお披露目されて、まあそうですね、圧倒的な力を見せたんですけども、うん、それ以上に圧倒的な力のシャンクスに追い返された形になってかませ感があったんですけど、まあ、シャンクスのための木となったって感じでしたね。どういうことですかそれは。全然うまいこと言ってませんよ。あ、そうですか。はい、ただしですよ、その手負いとはいえ、うん、王冠、まあ、キングやクイーンをね圧倒してたし、赤鞘国王とかも撃退してたじゃないですか、はい、強いのは分かってたけどどんな性格かまでは分かってなかったけど、うんうん、あそこにわざわざ緑牛を出す意味はあったんだろうかと。確かに初登場のキャラの割に、うん、セリフが多かったって思わないですか。ああそうですね、ペラ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 喋ってましたね。意外とね自分の強い口調で喋ったシーンが多かったから、うん、そこにまず違和感を覚えたんですよ。確かに。マリージョアでサボが感情が大きく動いた可能性がある一件と今僕が言ったシーンがちょっとリンクしてるんでよく思い出しながら聞いてほしいんですけど、ほうほう、真っ先に浮かぶのが908話で描かれたクマを見た時のサボの反応なんです。ほう。どんなシーンか覚えてる？でもまああれですよね、あのクマを奪還するのと成功か死かだみたいなやつよね。 そのちょっと前ね、はい、ご覧いただきますこちらです。仲間があんな目に遭ってんだぞ、あの優しいクマが。僕たちが見た中で一番その大人になってから激しいテンション、怒りをね、そうの多分サボじゃないですか。確かに。珍しくその怒りをあらわにするサボが描かれてるんですけど、その後に東亜君が言ってくれた、いやヘマはない、成功か死かだ。これもねめちゃくちゃかっこよかったですよね。そうと強い覚悟を見せるサボが描かれております、うんうん、サボが直接描かれたシーンが少ないため現時点の数少ない描写からだけで判断するなら、クマへの強い感情がサボを突き動かした可能性ってまあ一番高いんですけども、でも実際そのクマに関して革命軍の軍団長たちは意外とちょっと冷静で、まあ、ただし解放したところで元のクマさんには戻らねえがなとか、まあ、だけどクマちゃんの人生こそ世界政府の犠牲そのもの、もともと加盟国の国王だからこそクマさんは見せしめに使ったのさ。ということで革命軍の軍団長とサボはバーソルミュークマの現状に関して世界政府が悪いという論調でまあ話してますよね、はい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 、で実はこの議論に関して、うん、その革命軍の本拠地とはスタンスがちょっと食い違ってんじゃないのと思うんですよ。それが分かるのがねこちらなんですよね、はい、905話のシーンなんですけども、魚人族のために世界政府と戦ってるお前には少し複雑か、コアラ。竜宮王国のレベリー参加は、うんうんベティさん、私たちが本当に倒したいのは世界政府じゃない、それを支配する天竜人ですから、うん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 、ということで細かいことではあるんですけども、サボと革命軍もその本拠地と呼ぼうかな、はい、の間には少しちょっと温度差があるように感じるんですよね。なるほどね。サボの方が少しちょっと過激な思想を持っている感じの雰囲気が描かれてるんですね、まあ、ちょっとなんか若さゆえにみたいな性格ですよね。それって兄弟の特徴じゃないですか。まあ確かに。もうエースもさ、うん、絶対言うこと聞かへんし、ルフィもさ助けるためだったら必死になるし、だからその3人似てるから、僕らはその革命軍っていうのはどんなものかはあんま分からへんけど、サボのことはあんま描写はないけどなんか分かるやん、なんかなんとなくね。そう、うん、またサボがより過激な思想を持ちそうな要因として、うん、先ほど言った海軍大将の緑牛が出てきます。お、緑牛はマリージョアで革命軍と戦った後、カイドウ撃破後のワノ国で登場しましたよね。正直かなりヤバい思想の持ち主だったことがセリフから分かります。まあ、例えばこんな発言してるんですよね。この世の神は天竜人、世界政府に加盟してねえ、この国にはねえんだよ人権がよ。いやこれ結構エグい発言ですよ。そう、これ一応海軍で正義の味方側じゃないですか、うん、それが言う発言から、ね、特に対象が。そうだよな。はい、そしてこちら、うん、教えとく、人類は下を作って生きてきた、お前ら非加盟国を見下すことでみんな生きていけんのよ、差別とは安堵だ。こ
怖い。ね、このようにかなり過激な世界政府側の思想を持っている緑牛は、戦いの最中に聞いてもないのに思想を押し付けてくるヤバいやつなんですね。まあ、だからこそ小田先生はこのヤバい思想を植え付けることによって、サボの剣を伏線を回収させるように持ってったんじゃないかと俺思ったんですよ。なるほど。ということはマリー城で革命軍と戦ってる時にもヤバい差別発言をめっちゃしてたんだと思うね。じゃあその可能性はかなり高いとしまして、その発言を聞いてサボはよりその思いがバンって弾けて過激派にも転身したんです。なるほどな。もちろん前からその用意してたっていうのも思ってるんだけど、ここは多分一気にこうきっかけとか引き金になってっちゃうかなと、まあ、今が行くタイミングや、行けみたいなね、チャンスやっていう。 でもね、ただこれだけだとサボが過激な思想を持つ理由には、まあ、あんまりならないんやけども、ね、その革命軍の軍団長と別れてサボだけその別行動を取る理由にもならないんで、まだね、サボが革命軍を裏切る理由にもまだ繋がらへんねんけど、緑牛の言葉に反応して無差別に関係者を襲ってコブラ王を暗殺するという行為はですよ、サボが嫌う世界政府と同じ差別じゃないですか。まあ、確かにな。そう、コブラ王のことはよく分かってへんけど、そいつがなんか20人の王の一人だったらやっとかなきゃみたいなことってアホじゃないから、サボも、違うと思うんで、もう一つなんか理由があると思うんだよね。そうね。そこで今回重要になるのがこのフジトラの存在。はい。フジトラがサボの8カ国革命を支援した説。へえ、はい。まずサボとフジトラはマリージョアで戦う前に一度ドレスローザで戦ってるんですよね。覚えてます？覚えてます。ルフィたちの出航をね、助けるために。そう助けてくれてたんやけども、ただこの時のフジトラって実はそのドフラミンゴがルフィの手によって倒されることに期待して海軍としての体裁を保つために自然な形でサボと引き分けたっていうことが事実ありますよね。まあね、実際フジトラかなりその最後もね、ルフィ見逃してくれてましたからね。そうで、その事情をサボに話していたかのようなその描写がちゃんとあるんですよ。今見てるこんな感じなんですよね。コアラに説明してるシーンがあって、そんな考え誰かにバレたら、いえ足はあんたに阻まれただけだ、まるで博打だな、ということで言ってますね。これは相当2人で喋ったんじゃないかと思うんですよね。もしかしたら LINE とか交換したかもしれへん。びっくり。こんだけ電電虫で通信しちゃってるのに LINE やってんの。そうだから、サボは結構なくしがちやねん、電電虫。ええサボが電電虫なくすのに LINE 持ってるから。なくしてました。そんな、多分あの盗聴用の白い電電虫とかなくなったし。どこでなくなったんですか。え、だって使ってなかったやん、今週。使えない状況だったんじゃないですか。なんでよ。え、こんな一番盗聴されたらヤバいタイミングで。俺はそのサボが使ってなかったことよりも、カマバッカ王国にそれがないことが俺不思議やけど。在庫か。在庫って電電虫は在庫じゃないよ。つまり藤田とサボはこの時点で同じ目標を持つ協力者として仲間になった説があるじゃんと。うん、まあ、LINE 交換したか知らんけど、はい、で実際ドレスローザ編ではサボと同じように世界政府に対して怒る藤田もちゃんと書かれてますよね。書かれてますね。世界政府ってな、神かなんかですかと。ドレスローザを出航しようとするルフィと戦った際には、男の戦いには立ち回ってもんがありやしょう、そう正直に同情やら好き嫌いを口にするやつがありやすか、うん、好きだなこのシーン。そのバカじゃねえすか、こっちも我慢して立ち回って貫いてんでさ。あ、かっこいいっすよ ね。これが本来のなんか僕たちの正しいなんか海軍の、そうこの義を通す感じがね。そう、でも世界徴兵で来たさ、この緑牛の藤田って同じタイミングで来たんだろうけど対局と思うんだよね。そうやね。でその対局にいる2人がね、マリー・ジョアで一緒にお茶してるってことじゃなく、不思議でしょうがないけどな。ちょっとまあね、どっか気合うとこあるんですかね。そうなんですね。まあ僕たち読者としては、初めてそのドレスローザ編のグリーンビットでドフラミンゴが発言してんか、世界徴兵で海軍大将に特任されたフジトラ、噂よく聞いている、緑牛と共に実力は折り紙付きの化け物だとな。確かに今ね、両方の能力が分かった以上化け物なことは間違いないけど。そうですね。そう、でもわざわざ2人を入れたっていうことは、小田先生がなんとなく対局にさせたいと思うんだよね。旧大将もさ、フザンと赤犬対局にいるよね。まあね、氷と炎ということで。そう、能力的にもね、うん、この世界徴兵に関してはカイドの過去回想でも描かれていまして、強引に徴兵を行うことがあるということも匂わされています。そうですね。そうなんですよね。だからその外交の道具になったりとか、強い兵士を集めるためにっていう徴兵っていうことが、まあ、結構えぐい。だってカルメルとかからも買ってますもんね。そうなんですよね。あれはもうなんか徴兵っていうか知らんけども、まあね、つまりね、その世界政府に不信感を持つフジトラがそれでも我慢して海兵の立場を貫くのは、自分の祖国を人質に取られているんじゃないかっていう事情もあるんじゃないか。なるほど。そう、何かこうフジトラが大将につくことによって、その国がレベリーに参加できる権利だ。そのまさにこのカイドウと同じこと。いや、まあ実際ありえそうですけどね、だってやっぱ見たくねえもん見てきた言うてますから。そうで、自分で傷つけて目もね失ってるわけじゃないですか。そうで、もしそうだとしたら、逆に言えば世界政府と取引している自分の祖国や王やその側近がいなくなれば、フジトラはもっと自由に自分の筋を通して動くことができるというふうにも言い
換えることもできると思うんですね。はい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 。だとしたらマレーシアで革命軍とぶつかった際に、うん、サムに自分の祖国で革命を起こすようにもしかしたらお話ししちゃったのかなみたいな。あ、じゃあ8カ国のうちの1カ国は、まあ、フジトラの故郷へと。そうそう。で実際ドレスローザでは似たようなことを2人はしてますし、うん、フジトラと緑牛は同じタイミングで大将になり、うん、七武海といえど海賊を嫌う態度やお互いに酒が好きだったりでレベリー前にマレーシアで会った時点では仲が良かったように見えるんですけど、うんうん、世界政府や天竜人に関する思想に関してあんまり共有しなかったんじゃないか。なるほど。今までね交流がなかったというか、はい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 、だとすればマリージョアでその革命軍と戦った際に差別発言をめちゃくちゃ繰り返す緑牛を目の当たりにしたフジトラは自分の立場を守りながらもサボの味方になることを決意し、より自由に動けるようになるために自身のその祖国を含む8カ国を含んだ、まあ、ミスリードね、その国を含みたいから8ぐらいにしとくみたいな。で実際やっぱりこのサボも島の人を殺してどうのこうのということはしないじゃないですか、革命を起こすとしても、ね、うん、そう考えたら、まあ、フジトラがちょっと頼む可能性もありえそうですよね。そう、そういう風に起こすことをサボに託して、うん、裏では革命を支援したんじゃないかと。なるほど。でもしそうだとしたら、はい、サボに影響力をつけるためにフジトラのツテでコブラを紹介し、競技の上でサボがコブラを暗殺したというフェイクニュースを流した可能性もあるんじゃないかと。まあ、ということでですね、サボとフジトラは緑牛の差別発言がきっかけで手を組み、2人で8カ国革命を起こしたという説でございました。いかがでしょうか。今日も持ってきたんですけども、はい、まあ、皆さん1071話2023年一発目のワンピース読んだと思うんですよ。はい、もちろん、まあ、いろんな場面が描かれたじゃないですか、うん、もちろんエッグヘッドの場面も描かれて、うん、まあ、そこで出てきたあいつ、もう一人の味方の話だったりとか、あと最後のコマではガープが出てきて蜂の巣に行くぞみたいな話だったり、途中ではキッドがエルバフについたよみたいな、ね、それぞれのこう動きが出てきて、はい、めちゃくちゃ盛り上がった1話だったんですけど、うん、そうすよ、なんか忘れてることが1個あるんじゃないかと。忘れてることだらけやけどね。まあまあまあ、そうなんです。ワンピースの世界。まあ、ただ、まあ、2022年の最後の、はいはいはい、うん、キザルちゃん、そうです、キザルね、キザルが一回も出てこなかった。なんか向かってるって言ってたのにね、はい、まあ、めちゃくちゃかっこいい意味深な描写で終わったのに、うん、まあ、そこから始まんなかった、つながりがないっていうのはちょっとよくある話なんですけど、あります、ね、まあ、とはいえエッグヘッドに向かってるってことはもうすぐ来てもおかしくないわけじゃないですか。いや、確かに光の速度でね、はい、いや、まあ、そうですね、来られたらもう一瞬じゃないですか、はい、まあ、一人で来るならそれもできるわけなんですけど、まあ、じゃあキザル、まあ、誰と戦うのかっていうところに注目が集まってると思うんですよ。はい、まあ、ズバリキザル VS フジトラが起こるんじゃないかな。いやいやいや、マシューさん、いくらなんでもそんなも同じ対象同士ですよ、これまで。どうかしちゃったんですか。どうか、そう、どっちつかんじゃなくなってるやん。まあまあ、キザルがね、はい、そうなんですけど、何、まあ、フジトラこと一将ですよ、現海軍大将、はい、元帥になった杯で、まあ、海軍を辞めた青木地九山の代わりに、まあ、緑牛と共に大将に入ったキャラなわけなんですけど、このフジトラっていうのは最後の描写としてはどこか覚えてます。あれでしょ、緑牛と一緒にマリージョアで戦ってるとこ、はい、戦って、まあ、マリージョアでこう革命軍とぶつかったっていう話の後に、うん、実はその95巻の中でロックスの再来です会っていう風に杯と通信してたんですよ。そう、通信したな。ビッグマムリンリンとあとカイドウが、まあ、同盟を組んだというのを聞いて、そう、会場にいたんですよね、船に乗ってた。だからつまりマリージョアにはいないわけなんですよ。うん、なるほどなるほど、はい、そこからどこに行ったのかっていうのが、まあ、描かれてないと。そう、だってマリンフォードにはだって戻れないもんね。そうなんですよ、敷またげないからね。はい、うん、ギュアルとローの首を取ってくるまではっていう、その杯との喧嘩もあると思うんですよね、うんうん、まあ、でも仲良く電話はしてたね。まあそうなんですよね、そこでね、まあ、通信はしてるわけなんですけど、うんうん、本当はもう戻りたいけども、はい、ちょっと怒ってんかな、そうそう、杯さんみたいな様子、いや怒ってるのかなみたいな。そう、だから多分海軍本部に戻ったわけでもないと思うんですよ。おじゃあどこにいるのかっていうのが、これがエッグヘッドなんじゃないかなと。行くとこない行くとこないんですよ、行くとこないけど、まあ、どっかには駐在しておかないといけないんじゃないかなと。なるほど、ね、いうところで、政府の島であるエッグヘッドにおると、まあ、そうです。確かにな、ルフィかローを取りに行かないと、ルフィといったらややこしいからなみたいな。そうですね、なんかそこも決着待ちみたいな、その杯の意味深なセリフもあって、あ、ちょっと話飛んでごめんけど、はい、ルフィって四皇になってもうたやんか、はい、だから迂闊に首取れないんじゃない、もうローも含めて。そうですね、まあ、30億の首になってしまったわけなんで、うん、まあ、ローはまだしも四皇になったから上の許可なかったら無理なんで。そうですね、そこはもう描かれてきてるわけじゃないですか、参加も相手にしないといけないから、まあ、戦争に発展すると。そうね、だからまあ許可がないと戦えないっていうふうに書いてるんで、うんうん、じゃあ
藤虎一生が誰と戦うのかっていうのが、うん、このキザルになるんじゃないかっていうのが今日の僕の考察なんですけど、つまりは1071話で出てきたメガパンクの味方をしてくれる、うん、そのあいつっていうのが藤虎のことなんじゃないかなと、いうのが僕の考察なんですね。意外、なんかキザルって言ってる人みたいよね。そうですね、うん、はい、キザルは今エッグヘッドに向かってる描写があるんで、うん、島内にはいないわけなんですよ。口調と違ったしな、でも、まあ、確かにね、はい、あんな感じで喋られへんと思うしね、キザル、うん、そうですね、もちろんです、うん、命令を待っていました、うん、まあ、その口調の話をしてしまうと、実はその藤虎っていうのも候補から外れてくるんじゃないかっていうのも、うん、まあ、よくツイッターとかでは見かけたわけですよ。いや、そうよ、はい、足は従いやすぜみたいな感じじゃなかったやん。まあまあ、藤虎の口調を真似すると多分待って癒したになると思うんですよね。あ、確かに確かに、もちろんですっていう丁寧な言い方は、うん、まあ、敬語としては藤虎は丁寧な口調なんでそこは間違ってないんですけど、なんで待っていましたなのかっていうのが、藤虎自身の個性の、まあ、セリフとしては癒したみたいな、その、まあ、人気映画っぽい、まあ、モデルになってる人物の、まあ、口調っぽい感じなんですけど、実は藤虎が待っていましたみたいな感じで、その癒したじゃないところが作中で僕一個だけ見つけたんですよ。そうだ、それがルフィと藤虎がドレスローザ編の最後戦ったじゃないですか。おー、はいはい、瓦礫の、そうです、そうです、瓦礫を浮かせてルフィとぶつかった時に、まあ、ルフィはこう丁寧に殴る蹴るとか言いながら戦ってたと。で、藤虎が何ですかその戦い方はっていう風に言った時に、私は誰もが恐れる怪物って言われてますよっていう言い方をしてるんです。言われてやすよじゃなくて、そこだけますよってなってて、まあ、その前後とかはいつも通りのやしたの言葉を使ってるんですけど、まあ、そういうとっさに出てくるような丁寧な口調の時にはいましたっていう風な言葉遣いをしてても、まあ、おかしくないと。まあ、じゃあ100回に1回ぐらい丁寧になるんや。まあ、そうなんですよね。全部やしただったら、まあ、さすがにこの返事の仕方は僕もしないんじゃないかなっていうので、まあ、フィジトラは候補から外すと思うんですけど、作中しっかり小田さんもそういう言葉を書いてるってことは、このもちろんです待っていましたっていう、まあ、誰でも言いそうな丁寧な口調は誰か分からなくするためのものなんじゃないかなと、うんうん、いいね、いいね、そんな、いい、ありがとうございます。今のとこいいよ、はい、うん、で、トエさん木曜日ですかね、うん、多分動画で、うん、そのスティウシーなんじゃないかっていう、あ、もう大本命、大本命、一番人気。いや、これ僕めちゃくちゃ言いたいんですけど、うん、ありえないと思ってるんです。ありえるんや。いやいや、ちょっと聞いてもらっていいですか。はい、わかりました、はい、スティウシーって、はい、まあ、CP0 のメンバーとして今ルッチ・カクと一緒に、うん、エッグヘッドにやってきたわけじゃないですか、うん、で、そこで今のところ敵対してると、うん、ベガパンクを暗殺するためにやってきたですけど、うん、まあ、実はその扉絵で、まあ、元マッツのメンバーなんじゃないのかっていう、この後ろ姿が描かれた、うん、あれマッツよ、まあ、マッツだとして、うん、で、懐かしいわっていう、まあ、エッグヘッドに来たことがあるような口調っていうのも、はい、ちょっとそのベガパンクとつながってる描写なんじゃないか。そうよ、根拠は確かあるんですけど、はい、ない方の根拠を言ってしまうと、うん、その CP0 ってベガパンク暗殺任務を仰せ使って、うん、エッグヘッドに来たわけじゃないですか、うん、で、Sベアを返すっていうのも、まあ、ついでの任務としてあったと。はい、セラフィムをね返す任務もあったんですけど、まあ、それを返しにエクエッドにたどり着いた時に、うん、サテライトのうちの一体ピタゴラスが相手してたわけじゃないですか最初、はいはい、その時に、まあ、Sベアを、置いて、まあ、帰還してください、うん、お疲れ様でしたみたいな、言ってたよ、帰ってくれみたいな感じの言い方をしてたんですよね。なのにそのピタゴラス本人がこの島内にはまだ一人味方がいますっていう風な言い方をしてるんですよ。帰らせようとしてたのに、まあ、来てしまった、じゃあ味方にしようみたいな、じゃあありえへんもん、そう、サイコパスの言動してるわけです。これはトヤ君論破されてるわ。そう、これもうありえない描写なんですよね、うんうん、まあ、そういうのしときましょう今日は。いや、あれ、まあまあそうですね、スティウシーが100歩譲って味方になってくれたとしても、はい、ルッチ・カクっていう戦力を一人で抑えられるのかどうかっていうところも疑問なわけじゃないですか。読者的にもちょっと疑問なんですよ。まだ真の実力は分かってないですよ、ね、確かに、うん、ただ女性っていうところもありますし、うん、年も秘密ですけど、うん、まあ、おそらくマッツ世代なのであればちょっと上っていうところで全盛期も過ぎてるんじゃないかみたいな、はい、戦力的な部分でもちょっと疑問が残ると。なるほど。で、かつ、まあ、もう一個ありえない描写としては、うん、ずっと通信がつながってたような感じなんですよね、うん、はい、ピタゴラスの感じからすると、はいはいはい、なのにスティウシーが、まあ、ルッチとカックのそばにいて、もちろんです命令を待っていましたってデンデン虫のそばで言ってたら、うん、そりゃ気づくでしょっていうのもあると思うんですよ。舐めてるんやと思う、ルッチのこともカックのことも。ああ、もちろんです。もうこいつは堂々と言って大丈夫やなみたいな。それはまあ物語上多分ありえないと思うんですよ。まあ、何よりそのベガパンクがもちろんです命令を待っていましたっていう風にその味方が了承してくれたことに対して驚いてたんですよね。うおーっていう風に。
それはもう心強いみたいな感じなわけじゃないですか、ね、やっと味方してくれるんだ。でこれでそのエジソンもこれで CP0 さえ抑えてくれれば脱出なんて簡単やぜっていう風に言ってたと。ってことはメガバンクたちからしても CP0 ぐらいだったら抑えられる戦力であるっていうことなんですよ。ってなると自然とこの一将っていう選択肢にたどり着くんじゃないかなと、うん、現役の海軍大将でありながらずしずしの実の能力者、ドレスローザ編でもいろんなキャラと、まあ、サボだったり、うん、まあ、最後ルフィでドフラミンゴローだったりを相手にして、まあ決着こそそれぞれついてないですけど、うん、結構対等に戦ってたわけじゃないですか、はい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 、まあ、むしろ余裕さえ見せてたと、うん、まあ、隕石1個落としてドフラミンゴは冷や汗かいてましたし、うん、そうねっていうような、まあ、海軍大将としての格もまだ作中で保ってる。確かにであれば CP0 を簡単に抑えてくれても別におかしくないし、味方になってくれるって聞いてメガパンクが驚くリアクションしたのも納得がいくんじゃないかなと。なるほど、そうだよ、元々一生ってちょっと反政府なところあるもんな。そうなんですよ、反海軍というか、まあ、はい、世界徴兵で来てるからね、出自は分からんし、そうですね、まだ細かいところは描かれてないんで分かってないですし、さっきも言ったようにちょっと反政府というかアンチ海軍みたいな感じのところがあって杯とも喧嘩してると。でさっき言ったようにそのルフィが四皇になってしまったってことは捕らえるのも無理じゃん、じゃあもう海軍辞めるぐらいの気持ちでベガパンクの味方をしてもおかしくないんじゃない。分かってもうた。おデカフォースワン島内しか飛べないっつってたじゃん、はい、反重力飛ばすんだろうな。おお、なるほど、脱出の切り札なんじゃない、もしかして。なるほど、一生こそがエッグヘッドからこう出てもそのずしずしの実の能力、そうで飛べるから、これすごくない。そこもそうですね、確かに、待って、その宇宙行くかな、それそのままっすか。そう隕石の逆で飛んでっちゃ う、まあ、全然ね宇宙船っぽい要素もありますから。確かにね、はい、おかしくないんじゃないかなと。しかも機材来てさ、それ止めれるのはもう大正クラスの不可能だから。そうなんですよ、それはなんかめっちゃ現実的に思えてきた。すごいね、光対重力の対決が、まあ、そこも見れるんじゃないかな。すごいなこれ、はい、すげえな。で、まあ、その政府を追われてしまうっていう風にそのエジソン、ピタゴラスもこう危惧してたんですけど、うん、さっきも言ったように世界徴兵で海軍大将に任命された人物であると。で一生の目的としては桜花七部会を撤廃したいっていうのが多分一番大きかったと思うんです、うん、はいはいはい、確かに。でその目的はそのレベリーにおいても達成してしまってるんですよね、うんうん、だからペガパンクにも恩があると。そうですそうです、 SSG でマイクヘッドでそのすげえもんが完成してやしたっていうふうに関係性もできてるわけなんですよ。できてる、さまざまな根拠からフジトラ一生である可能性っていうのが高いんじゃないかなと。これ一生ちゃうか、一生やな、はい、おあれ、おとといの動画で今日は、今日は一生かな、今日は一生何やそれ、また変わる可能性がある。いやまあ、ストゥーシーちゃうかなと思うけどね。あ、まあまあ、実際のね、答え合わせは1072話以降で描かれると思うんで、はい、まあ、ここまでちょっと僕も自信満々に言ってるんでちょっと当てたいんですけどね、一発目当たるんちゃうか。結構いろんな考察もされてると思うんですよ、まあ、ストゥーシーとか一生以外にも、まあ、それこそキザルなんじゃないかとか、はいはいはい、まあ、ドレイクなんじゃないかとかっていうような、まあ、行方不明のキャラ、うん、でかつやっぱ政府側のキャラっていうところがあるんでそういう考察はされてるんですけど、まあ、じゃあ一将だとして海軍大将であるキザルを止める戦力としては十分なんですけど、ただここの決着がどうなるのかっていうのも気になるじゃないですか。キザル VS フジトラっていう、どうするんやろな、まあ、あいつとあいつが戦う展開、野田さんの手紙にもあったような、それは意外や、そうちょっと意外な展開でもありますし、で誰も死なないでっていうことはもしかしたら大将同士の決闘なんでどっちかが死んでしまう。無理じゃないよね、はい、だってね杯 VS クザの時もね、そうですね、致命傷ってたからね、クザも片足を失ったりもしてるわけなんで、 それぐらいの戦いになることは間違いないと。メガフォースワンでさ、あの、はい、逃げおせたらね無事に、はい、キザルもちょっと追うと思うんですよ、追うふりはすると思うんですよ、はい、ピピピピピンってまた八坂でまた名前なるほど、これで逃げられたらそこをオマージュするんですか。爪が甘すぎるんじゃないのね。そうですね、こう空に逃げるバージョンみたいな。あ、前回頂上戦争の時は海中だったんで、そう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 、上に反対になると、その可能性もありますけど、やっぱでもキザルもそろそろなんか活躍も見たいじゃないですか。見たい。で、まあ、今回そのじゃあキザルがどうやって活躍するかっていうのが、うんうん、ロギア系の覚醒っていうところがもしかしたら描かれるんじゃないかなと。おー、ピカピカ、はい、なるほどなるほど。でロギア系の覚醒、まあ、覚醒っていう部分なんですけど、パラミシアにおいては己以外にも影響を与えると。エゾン系においては、まあ、異常な回復力とタフさが生み、はいはいはい、じゃあロギアは何なのって考えた時に、まあ、よく言われてるのがさっきもお話に出てたその杯とクザの決定
動でパンクハザードの天候が変わったから、はい、天候すら変えてしまうほどのものが覚醒なんじゃないか。確かに初期大将たちの覚醒、はい、そろそろ見たいよな。そうなんですよ。直接的にここも描かれたわけじゃないんで、うんうん、定かじゃないんですけど、ただロギアの覚醒がその天候を変えるほどのものっていうのが、うん、なんか弱すぎるんじゃないかなって思うんですよ。例えばですけど、じゃあピカピカって天候を変えるってどうなるのって思うじゃないですか。常にピカピカしてる。で俺はちょっと分かっちゃったけど、ね、お、なんすか。いやそれはピカピカだったら、はい、無限の太陽みたいな光エネルギーを。いやこれめちゃくちゃ僕近いんですよ。あ、このロギアの覚醒っていうのは、うん、その自分の、まあ、例えばピカピカだったらその光エネルギーを永続的に自分の体から切り離しても残すことができるじゃないかなと、うんはいはい。だからパンクハザードもマグマグの能力で、うん、ヒエヒエの能力がクザンと杯がいなくなってもそのまま残り続けてるのが覚醒なんじゃないかと。同じようにその大人島とかも、うんまあ、昔のゴロゴロの実の能力者が残していったんじゃないかみたいな考察も、まあ、合わせて聞いたり、はい、するわけじゃないですか。それが天候を変えるっていう部分じゃなくて、うん、ロギアの自然のエネルギーがその場に残り続けることが覚醒の内容なんじゃないかと、うんうん、なるほど。これデカパンクにとってすごいありがたいじゃないですか。そうですね、ね、エネルギーはい、光エネルギーだったりとか、うんまあ、そのロギアのエネルギーっていうのは膨大であるっていう話は、まあ、その小江ちゃんの動画でもストライカーとか、うんまあ、ビロワバイクとかでエネルギーの話としてさせてもらったこともあるんで、その光エネルギーを使ってピカピカの覚醒を使ってるのがパシフィスタとかに搭載されてるレーザー技術なんじゃないかなとも思うんですよ、うん、あ、なるほどね。なるほど。キザルがこう覚醒させて残していったからそれぞれの各個体にレーザー機能を搭載できてるんじゃないかな。じゃあキザルなり夜な夜な結構そういうバイトしてる。おお、パシフィスタに。そうですね。あと何だあるんだね。大変だね。大変だね。まあでもね、戦闘丸とキザルが仲良かったから結構関係性あってもおかしくないしね、はい、そうなんですよ。だからちょっと関係者めっちゃ集まってきてるやん。そう、エッグヘッドが大きなショーとショーの間の中継地点みたいに思われてたんですけど、結構大きい物語になりつつあって。そうだよね。だってデカパンクとつながりのあるイッシューがもし来たとしたらつながるし、戦闘丸とつながりのあるキザルも来てもつながりがあるし、昔そのエッグヘッドに来てたであろうシクルシも来ててつながりもあるし、でそこにも昔来てたボニーも今いるっていう。そうですね。偶然ですかこれ。いやもう絶対小田さんが書きたい何かがあるんですよ、エッグヘッド。これやばいな、はい、同窓会やね。そんな軽々しいもんじゃない。もうちょっと仲良くあってほしい。それそうですね。熊だけ今衝突しとんのに。これじゃないんですよ、うんはい、ドラゴンとかもやってくる、ね、ドラゴン。まあ、そうですね、可能性もありますけど、まあ、今クマはねレッドライン、レッドポートにいるんで、まあ、そっちもそっちで描かれることになると思うんですけど、まあ、今麦わらの一味ルフィたちがいるエッグヘッドがやっぱり物語のメインにはなってくると思うんで、まあ、そこに海軍大将同士の激突っていうちょっと熱い戦いが描かれたら面白いんじゃないかなと。おもろい今日、はい、やばっ、めっちゃよかったよ。はい、まあ、ということでちょっと今日は、まあ、あいつイコール一生なんじゃないかという説を持ってきました。これはいいサタデーナイトフィーバーでしたね。おーおー、ありがとうございます。提供していただいた方ね、いやいや今回もありがとうございました。今年もやるんですか、その新年からね。ありがとうございます。サッカーとかがついてる。いやいや、ちょっとね、あの年末年始の休暇があったからね。サッカーの天候が上がってくるの遅れまして。あ、なるほど、休暇取ってた。そうそうそう、休暇取ってた。あ、だから木曜日間に合わなかった。そう、間に合わなかったから。いやいや、信じられちゃうんですよ、これ信憑性あるから。じゃあちゃんとね、僕が考えました。前回の動画、はい、見てくれましたか、うんうんうん、もうね、あの高評価1万いかなければやめますっていうことで言ってたんですけれども、なんと1日足らずで1万突破してくれました。ありがとうございます。すごい、ね、考察でしたからね。1万いかなかったら人間やめますって言ってね。人間はやめないんですけど。そうでした。人間はやめないです。小林ちゃん出れなくなるという覚悟でやってたんですよ、金曜日レギュラーがね。そうです。なるほど、見事。もうね、小林ちゃんにまた出れるということで、うん、皆さんにね、もうゴールデンレイトラーカーに考察お届けできるというこの場を、また皆さんにもらったということがね、もう非常に嬉しい。嬉しいよ、僕らもこうやって言ってくれる人がゲストに出てるっていうのは本当にありがたいです、ね、しかも視聴者さんからもですね、やっぱコメントもいろんな温かいコメントが来ていて、うん、もうね、ゴンちゃん好きだからやめないでとか、もうレイトラーカー考察面白かった喋り方がジャパネットのレビューだ。もうぜひ1キュッパ買ってください、こちらの。まあ今回の考察は1キュッパどころじゃない考察持ってきてます。ほう、もうみんなに楽しんでもらおうと思って。何何なんすか。というのもですよ、最近レイトラといえば何ですかっていうところ、もうここね、レイトラの代名詞が新しくできたと思ってください。なんすか。扉絵連載、もうこの考察がもう非常に調子いい。なるほど、当ててるもんね、実際ね。そうなんですよ、びっくりした。やっぱこうクザンが現れたわけじゃないですか、いきなり。もうこれは結構衝撃展開だったと思うんですけども、そうですね。もうこれ実は視聴者の方がちょっと見つけてくれてたんですけども、うん、レイ
トラではなんと5ヶ月前から1時と0時が現れてもあのシルエットは違うやつなんじゃないかというのを言ってたらしいです。それが結局今回クザンだったということで、クザンじゃねえっていう動画も出してました。もちろんそれも当たってたんですけれども、今回1064話の扉絵で、クザンが本当に実際悪役としてこう出てきたわけじゃないですか。プリンをさらいに来たの、どう思いました？ショックだな俺。そう、まさかこんな形で再登場するとはと。一応さ、あの友達のスモーカーにならいいみたいなこと言われてたじゃん、助けてました、ね、なんだかんだ言って理由はあるんだって思ったけど、やっぱ僕たちってプリンちゃんの味方になっちゃってるじゃん。そうなんよ、かわいいし、最後サンチとの別れを考えると、いやちょっとなんかプリンちゃんをあんななんか拘束してる時点でちょっと、ね、ちょっとお前どうなんみたいな。いやほんまに冷凍プリンになっちゃうと思って。まあ確かにそれうまそうですけどね、まあうまいですけど、まあ、ボケもねボケもうまいし、冷凍プリンもうまいし、普段プチプリン凍らせて食べるタイプのことは、あまあまあそれもやりたいところではあるんですけど、はい、やっぱね買ったらすぐ食べちゃうということで、まあこのクザン怖そうね、なんかそんな雰囲気で出てきたんですけども、はい、どっかでは、うん、でもいいやつだろっていうなんか安心感もちょっとあったりします。僕は信じてますよ。そういうことありますよね、ちょっとぐらい。やっぱそういうこともあるんですけども、クザンが出てきた、プリンが出てきた、でまあバンオーガも出てきたんですけど、一番何が驚きかって本編にも出てきたことなんですよ。すぐね、これその時のワニで出たもんね。そうなんです、これもう前代未聞ですよ。確かにそんなことできんのと、はいはいはい、仕組み上ありえんのかと思ってたんですけど、まあそれが実際ありましたということで、こうねレイトラのこの動画、扉絵連載が本編につながるという動画先週出したんですよ。はい、当たってんの、実習当たっちゃいました。もう扉絵が止まらないんですよ、考察が。なるほどね。今回もね扉絵から考察していこうと思う。はいはいはい、扉絵考察、はい、まあ、今回そのクザンが出てきてるわけじゃないです。うん、そういったことで今回とんでもない企画持ってきました。はい、クザンワンピース狙ってる説。いや最後決めるやん、めっちゃいやここいつもアップしてもらえるんでちょっと決めとこうかな。なるほどなるほど。ちょっとないよそれは。いやさすがにゴンちゃんないわ今回は。クザンって言ったらまだ目的は分かってませんけどね、黒ひげにつく側の人間ですよ。そうやっぱワンピースを目指す資格あるんすか。資格は誰にでもあるんですよ。夢は誰でも見ることができるんで、ね、まあちょっとこれ例えばですけど、クザンの顔ここちょっとみんな思い浮かべてみてください。はい、あらららら、元海兵がワンピースを目指しちゃいけないっていうのかい。もう今イメージできたでしょ。あクザン言うわこれ、ま、今までで一番資格はあったんですね。ちょっと似てたからどうしようかなと思って、うん、声真似の方触れなくていいんですよ。はい、まあね、クザンもこういうこと言って、うん、まあ、最終的にワンピース狙ってくるんじゃないかと、うん、まあ、そういうのはね一旦イメージ持ってもらおうと思いました。はいはいはい、じゃあまずはさっき言った扉絵連載の話からちょっとやっていきたいんですけど、今回クザン単体ではなくてバンオーガと一緒にプリンちゃんをさらいに来てましたよね。これっていうのは非常に重要で、まあ、なんでかっていうと、クザン単体で来ているのであれば黒ひげ海賊団とは関係なくやってきたんだなと、まあ、いろんな理由があるんだろうなっていうのが予想つくんですけど、クザンとバンオーガがのコンビに来たということは黒ひげの命令で来た、まあ、つまり黒ひげ海賊団の一員として動いてるっていうのがほぼ確定したわけなんです。はいはい、なるほど。この事実がやっぱ非常に重要だ、はい、なんでまあ今までこう黒ひげと関わっているっていうのがまあ業務提携みたいな感じなのか、それともなんか一員になってるのかみたいな、あなるほど、ね、微妙なラインだったじゃないですか。あの派遣社員か、もう、あそうです、社員か、ね、正社員かみたいな、うん、ところだったんですけど、はいはい、ということはクザンの目的のために入ってるんだなというのが分かるんですけど、うんうん、まあ、確かにね、まあ、さっきも言った通りこの扉絵連載というのが、まあ、最終章にがっつり関わってくると、はい、現状も関わっちゃってるんですけど、うん、今回登場したのがプリンとバンオーガーですよね、うん、クザンどこ行ったの、あれって思うわけじゃないですか。確かにどこ行ったんやろな、まあ、本編にはね、うん、出てきたから、うん、これめちゃくちゃなんかちょっと隠されてんなと思いまして、うんうんうん、漫画的にクザンがもしここにいるんだとしたらですよ、うん、はい、一緒に戦ってた方が絶対盛り上がるじゃないですか。いや盛り上がる、もうね、だって凍らしてしまえば海中戦とかできるようになるからね。もうそういう展開も作れるわけなんですよ。すごいやんそれ。それができるのに書かなかったってことはここにいないんじゃないかと思ったんですよ。あー、すでにどっか行っちゃったの。そうです、うん、まあこれも同じく扉絵連載なんですけど、うん、CP9 の任務外報告っていう扉絵連載ありました。懐かしい、はいはいはい、まああれも現状こう CP0 になったってことでこう回収されてきてるんですけど、そうですね、まあこれも扉絵連載つながりで、うん、今 CP0 どこにいますかと本編に出てきてエッグヘッドに向かってるわけなんですよ。はい、はい、そっちにクザン行っちゃったんじゃないのっていうのを考えたんですよ。なんでっていうのもやっぱり CP0、まあ、CP9 の時代からロビンとは切っても切れない関係っていうのはあるじゃないですか。そうね、で
でも今それ出会いそうになってるわけですよ、うん、でそのロービンっていうのもクーザーンと切っても切れない関係なんですよ、うん、まあ確かにそういうつながりもあるし、まあ、さっき言った通り扉や連鎖がつながってくる、うん、まあ、そういったところでクーザーンっていうのは今エッグヘッドに向かってるんじゃないか。なるほど、エッグ、まあ、今エッグ入れてくるのもめっちゃうまかったんですけど、うわ邪魔しかしてへんからあいつはエッグは邪魔では自分が目立つためだけにエッグって言ってるだけだからエッグえっぐい展開がここから待ってると思うんですよ。まあただこれ今ロザン、あ、ロザンじゃねえ、ロザン宇治原じゃない、あのロビン、いやいや頭良さそうですね、いいね、いいですよ、関西によく出る感じで深掘りいいんですよロビンがあの繋がってるみたいな感じで言いましたけど、はいはい、実際じゃあクザンはロビン目的に行ってるかっていうとそうじゃなくてベガパンク目的でエッグへと向かってるんじゃないかと考えたんですよ。分からなくもないな、なんかありそうな気しますね。プリンちゃんも、ね、ポーネグリフ読めるから手中に収めていて、はい、ロビンも押さえといたらまあ結構無敵というか、まあ、他が困るからね、まあ、確かにね、うん、やっぱりこうクザンの目的ってどうしても最終的には自分の正義だと思うんですよ。はい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 、そういう点でじゃあベガパンク、うん、今消されようとしてる理由、まあ、はっきり分かってないんですけども、うん、あんだけ海軍世界政府に尽くして、うん、なんで消されなきゃいけないのと、まあ、釈迦もね、もうじき死ぬだろうみたいに言ってたじゃないですか、うん、かわいそうだと、理不尽すぎる、うん、そういったことでクザンも以前理不尽な海軍の攻撃目の当たりにしてますよ、うん、それっていうのがオハラに対するバスターコール、あれを止めることができなかった当時の中将クザン、でも今大将を経てもう自分は今フリーの身になってる、新たな理不尽を止めることができる立場にいるんですよ、うん、まあ、そういったことでメガパンクをまあ助けに行こうとしてるっていうふうに考えたわけですよ、うんうんうん、まあ、そういったことでね扉絵連載と本編つながれていったんですけども、今クザンがいないっていう微妙な食い違い、うん、まあ、そこを今あの回収させていただいたんですけど、そしてクザンともう一つ切っても切れない関係にいるのがレイトラなんですよ。レイトラ、はい、クザンとレイトラ、私なんですけど、はいはい、切っても切れない関係、ワンピース考察を始めたばっかり、もう2本目3本目の時に出した考察があるんですよ、まあ、それというのがクザン杯に買ってた説、まあ、僕も出したけどね昔。ああ本当ですかあのこれっていうのが、まあ、当時うちでは50再生とかがアベレージだったんですよ、うんうん、それがワンピース考察を始めて、うん、もう2本目3本目のこの動画、うん、2300再生超えてます。いやでもこれ結構すごいことでね、まあその隣の杯のね来てますけど負けてますよあなた。あ、そうよ、そう、実は、まあ、そう、いやいや、まあ、だって、ね、見てへんからね我々は。そうなんですよ、伝え聞いてるだけやから、うん、そうそう、しかもジンベイしかから聞いてへん。そうそうそう、ジンベイも今回ソルベ王国のさ、そうそう言ってたやんか、ボー君とかも あいつなんか噂しか言わへんから事実ベースで言ってへんやろみたいな。そう、もしかしてジンベイって嘘つき、なんかね聞きかじった話ばっかりして、フーズフーもね、ジンベイお前ね昔あったみたいな感じして、俺は見ただけだけどなみたいな感じ言ってましたけど、なんか同じ匂い感じますよね、聞いただけだけどみたいな、ね、せやな、なんかちょっと大げさに吹聴してるとこある。あ、なんか我が友ジンベイとかね、まあ、みんな一方的ななんかあれ、巨人って全般的にそうなのかななんかこう聞きかじってんの、あいつホラ吹きジンベエな新しいのができちゃう。単純に勘違いしてるから情報が古いか、そうそう、まあ、情報操作されてるからじゃないですか、うん、それ。なるほどね、まあ、そういうことです、そういうことです、まあ、結局ジンベエからしかその話を聞いてないんで真相は分かんないけども、うん、まあ、その時のジンベエのセリフの一つで、クザンと杯の決闘、死人に口なし、敗者には一切の口出しはできぬ、海軍の指揮は勝者の手に委ねられる、うん、っていうセリフがあったわけですよ。はい、じゃあなおさらっすね、なおさら怪しくなるね、これ。これ逆だったとしても成り立つってやばくないですか。もうストレートに聞いたらやっぱまあ杯は勝って元帥になりました、でクザンが辞めましたっていう感じなんだと思うんですけど、そうや、ほんと勝者だけが正義だよ、まさにここにも当てはまるよね。いやこれほんとすごい、勝負には負けたけどこの時にはなんか勝者になったってことかな。そうです ね、まずクザンが勝者になって海軍の指揮を任されたうえで、じゃあ海軍の元帥にはお前がなり杯ということになったんじゃないかなと、まあ、それがですよ今回1064話、もう最新話です、またさらに盤石になったんですっていうのが杯のこのセリフ、また決着待ちか、もどかしいの元帥っちゅうは。これ元帥になりたかったんじゃないのと、でも元帥になったら自由に動けないっていうなんか分かりきってる話じゃないですか。ここからも本来なりたかった元帥とは違う形の元帥になってんじゃないのっていうのが読み取れるんです。しがらみとかがあると。そうです、まあそのしがらみの一つにお二人とも五老星のしがらみがあるからって言われてたんですけど、ここにクザンのしがらみもあるんじゃないかと思ってるんですよ。ほう、もうクザンから赤いのバスターコールすぐやっちゃうとか、まあ、そういうのを止められてるとかねやっちゃうとか、そうバスターコールすぐやんなよ杯とかいうことあるかもしれないんでそんなに偉いんや。そう、もどかしいのって、押してーってゴールデンデンデンしてなんか押すんや、押したいみたいな
もどかしく思ってると思うんですけど、まあそういったことでクザンが勝ったんじゃないか、で勝った上で自ら海軍抜けたんじゃないかってことなんですけども、まあそれが分かるシーンの一つとして、クザンの件はどうだ、あの巨大な戦力が今や黒ひげに加担してるとは、軍の対面も何もあるまい、あのアホはもう海軍辞めた男ですけど、どこで何をしちょろうがわしらには関係ありゃせんので、っていう五老星と杯の会話あったじゃないですか、まあ、このセリフですよ、もう本来であれば杯がとどめを刺さなかったからこその杯の失態じゃないですか、あ確かにね、なんかなんでなんだろうね、その自分が逃がしちゃったんですよ、まあ、それジンベイも言ってるんですけど、目の前で立ち上がれぬかつての同士にさすがの赤犬も情けをかけた、まあ、これが本当だとしたら、うん、その情けのせいで今のこの状況になってるんですよ、まあ、確かにね、ヒゲの通り加担してるという状況がね、そうなんですよ、巨大な戦力ですからね、その巨大な戦力に海軍の重要な情報を持ってるであろう大将が行っちゃったんですよ、めっちゃ重要なことじゃないですか、裏取引みたいな2人の会話があったからこそ、本当はその面目丸つぶれやから自分の知ったり逃がしてそっちの敵の戦力に取られてるから、ほんま真っ先に始末しに行かなあかん立場なのに、ほっときゃいいよってなんかちょっとごまかしてる気もするよな、そうなんですよ、確かにな、怒りでノリでやっちゃおうとしてるんですけど、よくよく考えたらおかしいだろうと、確かに確かに、そういうことを思うわけですよ、でまあそもそもなんですけども、杯の正義なんですか、徹底してるんですよ、なんでそこだけ徹底しなかったのって思っちゃうじゃないですか、確かに自分のポリシー曲げてるやん、この時点で違和感なんですよ、ジンベイの言ってること間違ってると、この時点で言えるわけです、でさらに違和感のあるセリフまだまだあります、はい、クザンのこのセリフ、あなたら世界政府が全てとは思っちゃいねえや、海軍所属しなくても実行できることがある、所属しないから見えてくるもんもある、いや負け惜しみが過ぎる、本来であればですよ、負けて海軍抜けて、まあしゃーなし抜けちゃいますっていう人が、あの頃世界政府信用しちゃいねえよって言われたところでそれ負け惜しみだろと、まあね、クザンだけやたらと飛ぶ、うん、この前なんか終わった人とガリリコードとチャンネル撮ってました、いや それじゃないです、あのちょっとクオリティもちょっと低いんですけど、原稿作ってる時に YouTube で勉強してきましたそこの勉強も結構されてるんですよなるほど、なるほど、今回モノマネするやつはね、はい、ちょっと勉強してくる、まあクザンのこのセリフですけども、負けてシャアなし出ていった男のセリフではないんですよ、どう考えても、確かにな、勝って自分の意思で抜けたからこそ鼻から信用しないと、抜けたからこそ見えてくるもんあるんだ、もうそれに説得力出てくるわけですよ、なるほどな、まあそういったことからもクザン勝った説っていうのはまあ結構あるんじゃないかと思ってもらえたと思うんですけど、なるほどね、まあこれが次話す説につながってくるんですけども、クザンがD の一族なんじゃないかっていう、いやいやちょっとぶっ飛びすぎですよ、ちょっと前半良かったから、はい、お調子乗られてしまったんかもしらんけども、ちょっと変な感じしませんか、いやクザンに D 足したらダダンになっちゃうならないいやいやその言い方ないダダンになっちゃうっていや本当になっちゃうなら別にいいんですけど、しかも何年だよ、しかもD ついてでもなんでなんでどういうことですかこれは、まあ、D の一族のイメージどういうイメージあります、死ぬ時笑うみたいな、あ確かに確かに、まあ、クザンちょっと死ぬところなかったんでまだ分かんないんですけど、自由奔放とか、自分思ったようにやるとかっていうのがあったりするじゃないですか、ルフィとかガープ見てたらそんな感じするんですけど、はいはいはい、あとはなんかちょっと違う方向の D といえば黒ひげとかドラゴンとか、まあ、こいつらで言ったら自由奔放な部分もあるんですけど、はい、世界に縛られないというか、まあ、そういったところちょっと見え隠れするじゃないですか、はいはい、それでいくとですよ、今回クザンが元帥をかけた争いに勝ったのに海軍を抜けるっていう自由奔放さ、いやもうめっちゃ D っぽいじゃないですか、なるほどな、まあ D やったらそうやね、まあそしてちょっと宣伝になっちゃうんですけど、うちの動画でこう D の一族説これね話してるんで、ああそうなんだ、はい、ちょっと詳しいコメントさせてもらいたい、この動画の裏でレイトラが喋ってるの、ありますあそうなんだ、ね、まあそういうことでちょっと見ていただきたいなと思うんですけども、はいはい、クザンがですよ、まあ例えば D の一族だったとして D っぽい動きどんなの見せんだっていうところで、やっぱりもうずっと昔から言われてるアイスタイムカプセル問題出た、いやこれもね飽きたアイスタイムっていう技を普段使うのにタイムカプセルっていう風になったからわざわざね、そうですそうです、なんかちょっと冷凍保存して生きてんちゃいますかみたいなネタにしようどうせ、はい、あのサウロのことですよね、そうですね、でもその D ですからね、そうそうサウロも D なんですよ、で D と友達なわけなんですよ、で加えて、はい、ロビンに対してあらまだ滅んじゃいねえっていうこと言ってたわけじゃないですか、お、まあ、その言葉の裏にはサウロだけじゃない、オハラ全員冷凍保存してるんじゃないか、ね、そこまでちょっと考えを膨らませてるんですよ、っていうのもすごい、あの相方の口にアングリしてるからすごいもう今刺さってますよこれ、クローバーが生きてるかもしれないんで
嬉しい。ブッシルとかも生きてるの。あの言葉の続きが聞けるかもしれないんです。ある巨大な王国のナーですね、うん、っていうのがあるかもしれないですけども、やっぱりこうクザンっていうのはバスターコール止めれなかったんです、うん、でも応急処置というかバスターコール去った後になんとか助けようと動いたんじゃないかというのを考えられるんですけど、はい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 、でクザンっていうのはサウロが助けたロビンっていうのを、はい、まあ、今後もずっと見守っていくよと言っていたわけじゃないですか、うん、でそのロビンっていうのは20年間宿る気もなくクザンはロビンが死にたがってると思っていたってことを言ってたんです。だからこそロビンを殺そうとした、まあ、捕らえようとしたっていうのがあったんですけど、まあ、それのせいでクザンって悪いやつじゃないかっていうのも一つあったりしたんですけど、はいはい、まあ確かにね、まあ、でもそれは死にたがってると思ってたからそうしただけで、うん、今ルフィたちの元に行って行きたいっていうロビンの言葉があったんで、うん、クザンの気持ちも変わったと思うんですよ。じゃあクザンの今の目的は何かっていうと、やっぱりそれだけロビンが大事にしているオハラの研究、まあ、空白の100年の知識だとか、オハラも世界政府に消されようとしてもずっと調べていたもの、はいはいはい、で世界政府も全員殺してまでも消したかったその空白の100年の研究、それが何なのかっていうのを今クザンは調べようと思ってると思うんですよ。っていうのもやっぱ自分の正義を貫くためには世界政府が何を消そうとして、友達のサウロが何を守ろうとしたのか、そういったところを知らないと自分の正義を貫けないとクザン考えてると思うんですよね、うん、でさっきからクザンが D って言ってるんですけど、これ戦国のセリフからもちょっとそう読み取れるんじゃないかっていう部分があるんですけど、まあ、それっていうのがローとの会話の中ですね。おいつもそうか、D はいつも数奇な運命に満ちている、まあ、こういうこと言ってるわけです。これ誰なんだろうって、まあ、なんとなくロジャーかなとか、一番身近にいるガープなのかとかいろいろ思ったりするんですけど、もう一個セリフを組み合わせるとその答え見えてくるんじゃないかと。ほう、それよりコングさん、次期海軍元帥に私からは青生地を推薦したい。ああ言うてたな。まあここなんですよ。どう考えてもクザンが D だと知ってるとね、そういう風に見えませんか。まあそういったことでクザンが D の一族である、そしてオハラのロビンっていうのは歴史を調べる上で、うん、D って一体何なのって気になってるんですよ、うん、そして D っていう隠し名を持っていたローっていうのは今自分の数奇な運命を知るために歴史を知りたい、うん、そういったことでワンピースを狙って動いてるわけなんですよ。まあそういったことから考えてもやっぱクザンが D であればラフテルにたどり着いてワンピースを知ることで空白の100年の歴史を知る、そこから自分の持つ正義っていうのをまんべんなく震えるように、まあ、世界政府が悪なのか海賊が悪なのか、まあ、そういったことを知るために、まあ、ワンピースを狙ってそのワンピースに一番近い黒ひげのところに潜り込んで黒ひげに協力することで最後ラフテルに一番先にたどり着こうとしてるんじゃないか。ワンピース争奪戦、もうルフィもキッドもローもいますよ、3センチ、はい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 、そこに四個シャンクスとか黒ひげバギーとかいます。そこに元海軍である青生地クザンがワンピース争奪戦参加する流れ、めちゃくちゃ熱いんじゃないかと、うんうん、まあそういう風な考察でございました。面白い。まあ熱いっていうかね、そもそも青生地も燃え上がる正義やったからね。そうですね。はあ。綺麗でございます。いやいや、熱いでございますパクリをなんかそう買い動かすのやめて。綺麗でございます。これは考察は冷え冷えでございます。あのワンチャン流行りそう。冷えでございます。1週間前から考えてきたネタぐらい面白いですけど大丈夫ですか。ありがとうございます、まあ、それがね、やっぱ140万フォロワーいる実力ですよ。赤色これもね、すごい考察されても最後全部かっさらってでコメント欄全部なんか東亜君のボケが面白かったら埋まるみたいな。わしがめちゃくちゃ喋っとったよみたいな。これは面白い。冷えでございます。冷えでございます。ね、流行らせてください。いや、これは良かったよ。良かった。うん。頭の中の果てなブロックを壊したらさ。